娘が里帰りしたいって言ってたから、よろしくね。え、よろしくってどういうことですか？だから、里帰り出産よ。あの里帰り出産ってどこにです？ここに決まってるじゃない。堂々とそんなことを口にする義母。里帰り出産って実家へするものですよ。ここは義実家ではないし、夫の家でもない。私は自分勝手な義母に冷たく現実を突きつけた。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンだった。共通の友人が開いてくれた会で、私はあまり合コンには行ったことがなかったのだが、そろそろ結婚も考えないといけないと思い、それには出会いの場に行かないとと思って参加した。そこで出会ったのがマサトだ。彼もまた合コンにはほとんど参加したことがなかったようで、なんとなくぎこちなかった。それから席替えで隣になったことをきっかけに、私たちはいろいろとお話をした。全体で話すよりも、こうやって1対1で話す方がリラックスして話せたし、彼とは波長が合うなと思った。そして合コンの後に2人で飲み直すことにし、バーに移動して2人でお酒と会話を楽しんだ。それから連絡先を交換して、私たちは定期的に仕事後に飲みに行ったり、食事に行くようになった。順調にデートを重ねていき、その後私たちは付き合うことに。まさか思い立って参加した合コンで彼氏ができるとは思わなかったが、これも運命なのかなと私は嬉しく思っていた。そして彼と1年ほどお付き合いをした後、私たちは結婚することになった。彼は私より1歳上で、彼も次付き合う人とは結婚をしたいと考えていたらしい。私も同じ考えだったので、1年間の交際でも結婚に踏み切ることができた。両家の顔合わせなども済ませて、結婚式も挙げて新婚生活をスタートさせた私たち。夫とは一緒に暮らしても全く問題や気になるところはなかった。それどころかすごく落ち着けるし、趣味嗜好や生活スタイルや価値観みたいなのも一緒で、ストレスなんて一切かからなかった。楽しく幸せな結婚生活を送っていた私たちは、共働きなので収入も安定して得ることができていた。そのため休みの日は旅行に行ったり、ドライブに行ったり、記念日には贅沢に高級レストランに行ったりして、たくさん夫婦としての思い出を作った。夫と一緒にいるだけで、どんなことも楽しくて私は笑顔でいられた。まさに運命の人と呼ぶにふさわしいと思う。そんな夫との幸せな結婚生活。だが3年が経った今、とあることがきっかけでその状況が崩れそうになっている。それは義母の存在だ。マサト、のぞみさん、こんにちは。え、母さん、どうしたんだよ急に。単刀直入に言うけど、私をしばらくここに置いてくれないかしら。え、どういうことですか？実はね、不審な男が私の家の周りをうろついてるのよ。え、本当に？それは一大事じゃないか。警察には相談したのか？夫が驚きながら心配した様子でそう聞く。一応は相談したんだけど、まだ被害が出たわけじゃないし、きっと動いてくれないわ。そんな。でもまあ、警備やパトロールは強化しておくとは言ってくれたわ。だけどちょっと不安でね。お父さんを去年に亡くしてから私一人でしょ。だから何かあった時に対処できないし怖くて。母さん。義母はとても不安な様子だった。確かに一人きりの状況で不審者と遭遇したら誰だって怖いだろう。多分1ヶ月程度家を空けていればおとなしくいなくなると思うんだけど。1ヶ月ですか？私は少し驚いてしまった。義母の話の流れで言うと、
1ヶ月もこの家に居候をするということだろう。私はさすがに戸惑った。それではほとんど同居状態だ。いきなりそんな長期間滞在すると言われても困る。だが義母に何かあった時に後悔するのも嫌だ。ちょっとだけ雅人さんと話し合ってもいいですか？ええ、いいわよ。いきなり来られてあなたたちも困ってるでしょうし。ありがとうございます。私と夫は一旦寝室に行って二人で話をした。私はさっき感じたことなど正直に話した。夫も後悔はしたくないようで、できれば義母を一時的でもここに寝泊まりさせて、安心させてやりたいと言った。夫がそこまで言うのなら、私もそれに賛成しよう。そう思い、私たちは義母を一ヶ月間ここに泊まらせることにした。本当にいいのかい？ありがとう。義母はとても嬉しそうにしていた。それじゃあ、母さんの荷物を早速持ってこないと。ああ、それは大丈夫。ある程度、必要なものは持ってきてあるから。え、あ、そうなんだ。私と夫は少し驚いた。義母はすでに荷物を持ってきていて、私たちにお世話になる気満々だったということだ。まあ私も夫も話し合いの結果、義母がここで寝泊まりすることは承諾したし、細かいことは気にしなくていいだろう。こうして一時的に私たちと義母との共同生活が始まった。だがこれが地獄の始まりだった。ちょっとのぞみさん、あなたこれ一体何？え？あ、ちょっと何勝手に私の部屋の引き出しを開けてるんですか？こんな下着を身につけてはしたない。あなた見た目に似合わず派手なのね。やめてくださいよ。お母さん、さすがに人の部屋の中に勝手に入るのはちょっと常識がないと思いますよ。な、何よ。私はただ掃除をしてあげようと部屋の中に入っただけよ。それなのにどうしてそんな風に責められなければならないのよ。お気遣いはありがとうございます。ですが、私の部屋は別に掃除しなくても大丈夫ですから。こういう時はきちんと言わないと相手は分かってくれないだろう。私は義母にそうやって毅然とした態度で断りを入れた。だが義母はそれが気に入らなかったようだ。ちょっと、雅人。のぞみさんったらひどいのよ。私に怒鳴ってきたんだから。え、怒鳴る？食事の際に義母はそうやって夫に告げ口のようなことをした。一体何があったんだよ。私が居候させてもらっているお礼に部屋の掃除をしようと思ったら、ものすごい鬼の形相で怒って、私の部屋は掃除しなくて結構ですって言ってきたんだから。あの時ののぞみさんすごく怖かったわ。おとなしそうな顔をしてあんな風に癇癪を起こすのね。逆にそういう人の方が怖いのかしらね。そう言ってニヤニヤする義母。だいぶはしょった説明は、私がまるで急に怒り出した情緒不安定な人みたいな言い方だ。のぞみ、母さんはこう言っているけど、本当のところはどうなんだ？夫はそう言って私をじっと見た。ちゃんと私の話も聞こうとしてくれている。私は一旦深呼吸をして冷静に答えた。確かにお母さんが説明したことは言ったし怒ったけど、それはお母さんが勝手に私の部屋に入って下着が入った引き出しを開けたからよ。え？しかも私が身につけているものに派手だとかはしたないとか言ってきたの。ええ、母さんそんなことしたのかよ。私はその調査を。夫に冷たい視線を向けられて慌てる義母。調査って何の調査だよ。慌てすぎて変なことを口走ってるじゃないか。今ので母さんが嘘をついて、のぞみが本当のことを言っているというのがよくわかったよ。母さん、
自分が怒られて腹が立ったからってそうやって卑怯なことをするのはやめろよ。夫に怒られて義母は顔を真っ赤にしていた。私はただあなたたちのためにいろいろと力になりたかっただけなのに。義母はそうやって急に泣き真似をしだした。まったく自分が悪いから言い逃れができない状況になると泣くなんて完全に子供だ。義母とは今までこんなに近くで長時間接したことがなかったから、このような自分勝手な性格の人だとは思わなかった。いや、もしかしたら今までは義父がいたから義母のこの子供のような性格は表に出ていなかったのかもしれない。おそらく義父が注意をしたり、あるいは義父に怒られるのが嫌で義母自身が隠していたのだろう。だが今は誰も止める者がいないので、こんな風に暴走をしているのだろう。いずれにしてもこんな感じで私をいびってきたり面倒なことをするのなら、1ヶ月もこの家に置いておくわけにはいかない。しかしその義実家の前をうろつく不審者というのが気になるので、義母のことを強制的に義実家に返すわけにもいかない。私は夫に相談をした。ねえ、お母さんのことこのままこの家に置いておくの？勝手に部屋の中を見られているって思ったら日中も仕事に集中できないよ。かといってドアに鍵をつけるなんてお金のかかることしたくないし。うん、そうだよな。のぞみには嫌な思いをさせてるよな。本当にごめん。夫はとても悩んでいた。実の母親がこうやって嫁に迷惑をかけているのと、その実の母親の実家が安全ではないことを天秤にかけて判断をしなければいけない。そして夫はいろいろと考えた末にこういう考えを提案してきた。のぞみの部屋にカメラを設置しておいてさ、母さんが勝手に入っていたらその証拠映像を持って注意するってのはどうだ。そしてもし勝手に入ったら実家に返すっていう約束をするんだ。そしたら母さんもおとなしくなると思うんだ。なるほど、このまま何もしないよりはいいかもしれない。夫がカメラを用意すると言ってくれたので、私はその案に乗ることに。それから1週間ほど経った頃、義母はまた私の部屋に勝手に入っていた。しかも机の引き出しを勝手に開けてアクセサリーなどを物色していたのだ。これにはさすがに私と夫の堪忍袋脳が切れた。母さん、これは一体どういうことだよ。ちょっとなんでこんなところにカメラがあるのよ。お母さんが勝手に部屋に入らないという約束を破っていないか監視してたんですよ。最低、そんなことするなんて信じられない。お母さんの方が最低ですよ。私のアクセサリー勝手に持ち出しましたよね。これはそのちょっと借りようと思って。私に確認もしないで借りるっておかしくないですか？別にいいじゃない。ケチケチしないでよ。母さん、いい加減にしてくれよ。これは完全に窃盗だからな。窃盗。そんなひどい言い方しないでよ。いや、そう言われてもおかしくないことをしてるよ。それに約束を破ったから、母さんにはここを今すぐ出て実家に帰ってもらうよ。そんな待ってよ。謝るから。本気で反省してるから許して。もう勝手に部屋には入らないから。借りたアクセサリーも返すから。だからもう少しこの家にいさせてちょうだい。この通りよ、お願いします。義母はそう言って土下座をしてきた。まさかそこまでしてくるとは思わなかったので、私も夫も戸惑ってしまった。それから二人で話し合い、今回だけは許すが、もし今後私たちを困らせることをしたらその時は容赦しないということを伝えた。義母はその条件で了承し、それからもう少しだけ私たちの家にいることになった。
とはいえもともと義母はここに1ヶ月ほどだけ泊まる予定で、すでに半月が経っていたので残り半月ほどしかいない。ここまで私たちが行ったのだから、さすがに変なことはもうしないだろう。だがそう思っていた私たちがバカだった。義母はその後ありえない行動に出るのだった。ええ、ええ、そうしなさいよ。待っているわ。久しぶりに会えるのを楽しみにしているわね。やたらと嬉しそうに電話をしている義母。一体誰と話をしているのだろうか。電話を切り終えた義母に私は話しかけた。誰と電話をしていたんですか。娘の舞よ。舞さんだったんですか。義母はどうやら義舞と電話をしていたらしい。ルンルン気分の義母。そして次の瞬間、こんなことを言ってきた。娘が里帰りしたいって言ってたからよろしくね。え、よろしくってどういうことですか。だから里帰り出産よ。あの里帰り出産ってどこにです。ここに決まってるじゃない。堂々とそんなことを口にする義母。里帰り出産って実家へするものですよ。お母さん、あの家に帰るってことですか。私がそう聞くと、義母は目を丸くしながらこう返してきた。何言ってるのよ。あの家に大事な娘とお腹の子を住まわせるわけにはいかないわ。このマンションの部屋は広いし、部屋数もまだあるんだから前にもここに来てもらうのよ。は、私は耳を疑った。なぜ一時的に居候している義母が、そんなことを勝手に決めるのだろうか。いや、そもそも義母だって、もう少ししたらこの家から出ることになっている。あの、お母さん、勝手に決められても困ります。私たちは、もし舞さんが来ても家には入れないですよ。私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。はあ、あんた何様のつもりなの。この家は雅人のものでしょう。養ってもらっている身のくせに生意気を言うんじゃないわよ。雅人が持っている家ということは、そこはもう実家と捉えていいのよ。そんなおかしな理屈は通りはしない。ここは義実家ではないし、夫の家でもない。私は自分勝手な義母に冷たく現実を突きつけた。言っておきますけど、ここは私の名義で購入している家ですよ。私がそう言うと、義母は鼻で笑った。いやいや、あなたがこんないい家を購入できるわけないでしょ。夫は今日は残業でまだ帰ってきていない。そのため義母は私に言いたい放題言ってきた。私一人なら恐るるに足らずということだろうか。随分となめられたものだ。お母さんは私のこと全く知ろうともしていなかったんですね。私は大学を卒業してから外資系の企業で働いていて、年収は1000万を超えてるんですよ。え、嘘でしょ。本当ですよ。雅人さんに聞けばわかりますよ。そんな。義母は私が高給取りだということにびっくりして絶句していた。そしてそのタイミングで夫が帰ってきた。母さん、またやったな。のぞみが電話をつないだ状態にしてくれてたから全部聞こえたぞ。え、何勝手に妹を呼ぼうとしてるんだよ。ここは母さんの家じゃないし、俺の家でもないんだからな。本当にのぞみさんの家なのね。もう限界だ。母さんは実家に帰ってくれ。そんな。待ってよ。あなたたちは私が危ない目に遭ってもいいって言うの。不審者のことか。不審者っていうのは嘘だろ。確かに実家をうろついている人がいたが、あれは完全にあっち系の人だろ。つまり母さんは借金をしてて、借金取りから逃げてるってことなんだろ。何度も確認しに行ったら明らかにそうだったよ。夫がそう言うと義母は顔を青くしていた。
この家なら借金取りも知らないからって母さんはここで身を潜めてるんだろ。道理でいつも家にいると思ったよ。いくら借金をしたのか知らないけど、返さないといけないものはちゃんと返さないとダメだよ。ここに居座ろうだなんて都合のいいことは認めないから、舞の里帰りだって断りの連絡を入れてくれ。勝手に来てもこの家には入れないからな。今回のことで母さんが自分のことしか考えていないことがよく分かったよ。俺たちはもう母さんと絶縁をするから。夫が冷たく言い放つと、義母は膝から崩れ落ちた。ああ声にならない声を出してうなだれる義母。夫はそんな義母を横目に、部屋から義母の荷物をどんどん廊下に出した。すぐに出て行ってくれ。もう俺たちは容赦しないから。義母は自分の荷物を廊下に出されて呆然としていた。そして夫が今度は玄関外に荷物を投げ始めたので、慌てて外に出た。その瞬間、夫は鍵をかけて義母が入れないようにした。義母のわーぎゃー言っていたり、泣いているような声が聞こえてきたが、そのうち聞こえなくなり、義母は完全に姿を消した。その後、夫はすぐに義妹に連絡し、里帰り出産をしに来ても家に入れないこと、また義母が借金取りに追われていることを話した。夫が少し話を持って、家にも取り立てが来て大変だったから、義母と一緒にいると義妹も取り立てに追われることになるかもしれないと話すと、義妹はその夫の嘘を信じたようで、義母とは一切連絡を取らなくなり、里帰りもやめたらしい。義母は義妹夫婦のもとを訪ねようとしていたそうだが、電話がつながらずメッセージも無視されて途方に暮れているそうだ。仕方なく実家に帰ったところ、張り込みをしていた借金取りに捕まって、借金を返すためにきつい労働をしなければいけなくなったらしい。義母はもともと浪費癖があったそうなのだが、義父の遺産が入ったことでそれに拍車がかかり、今まで以上に散財をするようになって、いつの間にか借金を重ねていってしまっていたそうだ。だが全部自業自得だし、ちゃんと借りたものを返すために働くべきだ。私たちはもう関わることはないが、まっとうに生きてほしいと思う。まあ、まっとうに生きようとしても、あっちの世界の人に連れてかれた時点で、それは難しいのかもしれないが。一方、私は夫と相変わらず、仲良く幸せな夫婦生活を送っている。これからも仕事に打ち込みながら、夫とたくさん楽しい思い出を作っていこうと思う。あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義姉。あの人というのは私のことだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義姉。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年になる。私たちの出会いは仕事関係で、取引先の担当者が彼だった。彼は私よりも5歳も年下だったのだが、私に積極的にアプローチをしてきた。ご飯にも誘われたし、休みの日にデートにも誘われた。かっこよくて爽やかだったので、私は彼に惹かれてしまっていたが、同時に年齢差のこともあって付き合うのは躊躇していた。だが彼にどんどんアプローチされたことで、私はついに落ちてしまったのだ。それから私たちは付き合うことになった。順調に交際を重ねていき、ある日彼からプロポーズをされた。俺が一生大事にしたいのはのぞみなんだ。だからずっと俺のそばにいてほしい。俺と結婚をしてください。彼からそう言われて私はとても嬉しかった。
彼とは付き合い始めて1年しか経っていなかったが、それでも大好きな彼からプロポーズをされることはものすごく幸せだ。それから私たちはお互いの親に挨拶をし、両家の顔合わせも済ませて結婚に至った。彼との結婚生活はとても楽しくて毎日笑っている。年の差なんて関係はなくて、夫は毎日私を楽しませようと頑張ってくれた。そのおかげで、とても幸せな新婚生活を送ることができたと思う。私たちは共働きなのだが、私が昇進したことをきっかけに夫が基本的に家事をしてくれるようになった。基本的に私の方がいつも帰りが遅いので、先に帰ってきて晩ご飯の準備をしておいてくれているのだ。夫が作るものは簡単なものが多かったが、それでも帰ってきた時に晩ご飯ができているだけでものすごく嬉しい。私は本当に夫と結婚してよかったと思った。旦那さんによっては、家事を全部嫁に押し付ける人もいると聞いたことがあるからだ。私の夫がとても理解があって優しい人でよかった。そんな風に順調に楽しく結婚生活を送っていた私たち。だがそんな中で思いもしない出来事が起きた。きっかけは義父が亡くなってしまったことだ。義父が急病で病院に運ばれて、そのまま息を引き取ってしまったのだ。私も夫も義父の死をとても悲しんだ。義父はとても優しくて、私のこともよくしてくれた。だから私は義父のことが大好きだった。そんな義父が突然亡くなったと聞いて、感情が追いつかなかった。そして義父の死をとても悲しんでいたのが義母だ。まあ夫婦なので当たり前なのかもしれないが、義両親は傍らから見ててもとても仲のいい夫婦だったと思う。私も夫と義両親のような関係を築きたいなと思ったほどだ。だからパートナーを失った義母の悲しみは相当なものだったと思う。義父が亡くなってから私と夫は義実家を定期的に訪ねるようになった。義母の様子が心配だったからだ。義母はやはり義父を失ったことで、明らかに元気がなくなっていた。私も夫も義母には、早く元気になってもらいたいと思っていた。そして夫はこんな提案を私にしてきた。俺の実家に移り住んで、母さんと同居しないか。母さんのことを心配したまま日々を過ごすのも落ち着かないし、一緒に住んだ方が安心できると思うんだ。私は夫の言葉に賛成だった。そうだね、私もそれがいいと思う。私たちはすぐに義母に同居を提案しに行った。一人きりでいるのが寂しかったようで、義母は私たちの同居の提案を喜んで受け入れた。本当に二人ともありがとうね。お父さんが亡くなって、すっかり落ち込んでしまって。二人が来てくれてとても嬉しいよ。気にしなくていいんだよ、母さん。そうですよ。こういう時に助け合うのが家族じゃないですか。こうして始まった同居生活。義母は私たちと一緒に住むようになって、少しずつ元気を取り戻していった。そして私たちが働きに出ているからと、家事を率先してやってくれた。むしろ私と夫の方が助けてもらっている感じがして、申し訳なく思ったこともあるくらいだ。その後も私たちと義母は良好な関係を築きながら、楽しく同居生活を送っていた。義母はさらに元気になっていって、最近は習い事にもまた通えるようになった。昔から生け花の教室に通っていたそうなのだが、義父が亡くなってからしばらく休んでいたらしい。だが気持ちに余裕ができ始めてきたので、また通い出したのだ。義母が生けた花の写真を見せてもらったが、とても美しくて素晴らしかった。近々夫の誕生日があるから、食卓に義母の生けた花を飾って盛大にお祝いをしようと話した。だがそんな時、思いもよらない出来事が起きた。それは夫の誕生日当日のこと。私は義母とご馳走を作っていた。夫にも前々からお誕生日会はやろうと話していたので、
夫はウキウキしながら晩ご飯ができるのを待っていた。するといきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら、私が玄関を開けるとそこには義姉のユカの姿が。お姉さん、どうしたんですか？あれ、むしろこっちがどうしたのって話なんだけど。どうしてあんたがこの家にいるの？私と夫は今ここに住んでまして。はあ、何それ聞いてないんだけど。夫が前に電話で話したと思うのですが。ええ、そうだっけ。義姉は全く話を聞いていなかったようだ。宅配業者などにしては、やりとりが長いと感じたのだろう。夫が、どうした？と言って玄関にやってきた。姉さん、どうしたんだよ急に。何よ、私が実家に帰ってきたらいけないわけ？いや、そうじゃないけど。義姉は大きな荷物を持っていた。私たち夫婦の横を通り過ぎて今へと向かう義姉。あら、ゆかじゃないの？お母さん、ただいま。今日は来る予定だったの？マサトのお誕生日会に呼ばれたのかい？え、誕生日会。義母がそう言ったところで、義姉は食卓に並んだ料理に気づいたようだ。うわ、美味しそう。私、めっちゃいいタイミングで帰ってきたじゃん。そう言って勝手に食卓に座る義姉。私と夫は義姉の勝手な行動に戸惑った。まあ料理は多めに作ってあるから、義姉が食べる分もあるだろう。だが呼んでもいないのに、わざわざこのタイミングでいきなり帰省してくるなんて、本当に間が悪い。そして義姉は自分が主役でもないのに、たくさん料理を食べてお酒もたくさん飲んだ。のぞみさん、酒が足りないわよ。さっさと新しいお酒を持ってきてくれない？酔っ払った義姉はそうやって、私をまるで家政婦のように扱ってきた。ちょっと姉さん、酒なら自分で冷蔵庫から取ってこいよ。のぞみのことを顎で使うなよ。何よ、嫁はこの家で一番下なんだから使われて当然でしょ。それはおかしいだろ。もう、めんどくさいな。わかりました。今持っていきますから。今日の主役は夫だ。だから夫の機嫌が悪くなるようなことはしたくなかった。私は急いでお酒を義姉のところに持って行った。あんたがさっさと動かないから悪いのよ。そうやって捨て台詞を吐いた義姉にイラッときたが、私はぐっとこらえた。その後、ケーキも食べて誕生日会は終了した。食卓の真ん中に置いてある義母の生け花はとても綺麗で、夫もすごいなぁと言いながら嬉しそうに見ていた。だが義姉は、これ邪魔じゃないの？と言って、私たちの気分を下げた。義姉がいなかったらもうちょっと楽しめただろうな。そんなことをついつい思ってしまう。のぞみさん、まさとごめんなさいね。ゆかがわがままをいろいろと言ってしまって。別に母さんが悪いわけじゃないだろう。そうですよ。お母さんは一緒にたくさんごちそうを用意してくれましたし、とても素敵な生け花も用意してくれて感謝してますよ。ありがとう、二人とも。私たちはまた義母か私の誕生日の時にでも、お祝いをしようと話した。とりあえず義姉が今のソファでいびきをかいて寝ているので、私たちは彼女を部屋まで運びベッドに寝かせた。義姉には本当に困ったものだ。結婚の挨拶の時から私は義姉のことが少し苦手だった。彼女は最初から私になぜか敵対心を向けていて、罵倒してきていたのだ。私よりも年上じゃない。マサトのことをうまく騙して、結婚まで持ち込んだのね。おばさんが義理の妹とか受けるんだけど。そんなことを初対面で言ってきた義姉。そして義実家での集まりの時とか、
義父の葬儀の時など顔を合わせるたびにそうやって私をバカにする発言をしてきた。だから私はできる限り義父とは絡みたくなかったのだ。翌日昼過ぎに起きてきた義父は当たり前のように私に昼食を作るように命令してきた。お昼は私がもう用意したからあんたも食べな。え、お母さんが作ったの。そんなの嫁にやらせなよ。調子に乗ってつけ上がるよ。のぞみさんは普段仕事で忙しいから、休日はできるだけ休んでほしいんだよ。完全にお母さん舐められちゃうよ。義姉は、私が優遇されているのが気に入らないようだ。そうやっていちいち文句をつけてきた。姉さん、いい加減にしろよ。おとなしく母さんが作ってくれた昼ご飯を食べて帰りなよ。夫がイライラしてそう言った。すると義姉は驚きの返答をした。何言ってるのよ。私、今日からここで暮らすのよ。はあ？義姉の発言に私たち全員が驚いた。ここで暮らすって、ゆか仕事は？義母が目を見開いてそのように聞く。すると義姉は、やめてきたと言った。どうしてやめたの？なんか職場の環境が悪くてさ。だからいっそのことやめて、実家に戻ってこようと思って。お母さんのことも心配だったし。まさか弟夫婦が同居してるとは思わなかったけど。そう言って肩をすくめる義姉。あまりにも勝手な行動ばかりで、私は呆れてしまった。姉さん、この家には俺たちがもう住んでるんだから諦めてくれよ。夫はそう言って、義姉がここに住むのを断った。だが義姉は食い下がり、無理やりここに住もうとした。そんなこと言われても、私には他に住む場所がないのよ。ここは私の実家でもあるんだから、戻ってきても問題ないでしょ。いや、問題は終わりだろ。なんでよ、部屋はあるんだから。わかったわ、お母さんと一緒に家事もするから。それに日中にお母さんが一人で、もしものことがあったら私がいた方が安心じゃない。それは。夫の気持ちが少し揺らいだのを、義姉は見逃さなかった。じゃあ、決まりね。荷物はもともと少ないし、運び込むものもないからこれからよろしくね。そうして義姉は無理やり住み着いてしまった。私はこれからの同居生活が、一気に不安になってしまった。二人ともごめんなさいね。でも、ほんの少しでいいから、ゆかをここに置いてやってくれないかしら。嫌気がさしたら、彼女を追い出すなり、あなたたちが新しい場所に引っ越すなり、好きにしていいから。義母にそこまで言われたので、私も夫も義姉との同居を認めざるを得なかった。だがそれが地獄の始まりだった。義姉は私と顔を合わせるたびに嫌味をたくさん言ってきて、私に嫌な思いをさせてきた。そうやって遅くに帰ってきて、キャリアウーマンのつもり。帰りが遅いってことは、逆に仕事ができないって言ってるようなもんだからね。っていうか本当に仕事なのかしらね。男と遊んでるんじゃないの？そうやっていちいち突っかかってくるので、私はうんざりしていた。しかも義姉は夫や義母がいないタイミングを狙って、そういうことを言ってくる。そういうところも卑怯で腹が立つ。だが私は義母も夫も私の味方なのを分かっているので、そこまで気にしていなかった。しかし、それから少し経ってある問題が起きた。それは義母が足腰を痛めてしまったことだ。介護が必要なほどではないのだが、リハビリのために通院をしなければいけなくなった。私たちは義姉を頼りにしたが、義姉は、私車の免許持ってないし無理よ、と断ってきた。こういう時に助けになれないのなら、全然意味がないじゃないか。私は呆れながら、夫にこんな提案をしてみた。もしかしたら私、リモートにできるかもしれないから会社に聞いてみるね。
いいのか？ええ、もちろんよ。そして私は会社にリモートワークに切り替えられないか相談した。すると事情を汲んでくれて許可してもらえたのだ。そのため私は義母が通院の時に車で病院まで連れて行くことができるようになったし、何かあった際にすぐに対応できるようになった。ありがとう、のぞみ。本当に助かるよ。夫はとても感謝してくれた。義母も、いつも本当にありがとね、と何度もお礼を言ってくれて、私は義実家の役に立ててよかったなと思った。だがリモートになったことで問題も出てきた。それが義姉だ。義姉は私がついに専業主婦になったと勘違いしたようで、私の部屋にしょっちゅう来ては家事を押し付けようとしてきた。私が何度仕事だと説明をしても、全然耳を傾けてはくれない。挙句の果てには私がウェブ会議に参加しているときに勝手に部屋に入ってきたので、本当に迷惑だった。お姉さん、仕事中だって何度言ったらわかるんですか？じゃあ、鍵でもつければ。そうやって悪態をついてきたので、私は本気でドアに鍵を取り付けた。すると今度は何度もノックをしてくる始末。うるさくノックする音が会議中の音声として入ってしまい、本当に申し訳なかった。そろそろ義姉と生活をするのも限界だと思っていたが、義母のことを考えると、この家を出ていくのもちょっと得策じゃないと思ってしまう。そうやって私は悩んでいた。そんな中、義姉がなんと結婚をすると私たちに報告をしたのだ。マッチングアプリで知り合った男性らしく、私は義姉がどれだけの嘘を重ねたのだろうと思った。それから両家の顔合わせが行われたのだが、その時に私は義姉から、あなたは余計なことは言わないで、ただ黙って笑っててね、と言われた。お母さんとマサトがあなたも一緒にと言わなければ、もともと連れてくつもりなんてなかったんだから。私も別に義姉の結婚には興味がないので、言われた通りに黙っていることにした。だが義姉の婚約者を見て私は驚いた。私が知っている人だったのだ。彼は私が働いている会社の取引先の担当者で、矢吹さんという男性だ。向こうも私に気づいたが、私はとっさに人差し指を自分の口元に置いて、黙っててもらうようにした。矢吹さんは何かを察したのか、言われた通りに黙っててくれた。そして両家の顔合わせが終わった後、私はタイミングを見計らって矢吹さんに電話をした。それから黙らざるを得なかったことや、義姉についても話した。え、じゃああの人の経歴とかは全部嘘なんですか？はい。私も隣で話を聞いて驚きました。そんな。矢吹さんは義姉に嘘をつかれてショックを受けていた。そして結婚はなかったことにすると決めたようだ。でも、ただ婚約破棄をするだけじゃ納得いかないです。懲らしめてやりましょう。矢吹さんはそう言って、とある計画を思いついたようだ。結婚式の日を楽しみにしててください。そう言っていた矢吹さん。私は一体何をするのだろうと思いながら、その日を待っていた。すると義姉は結婚式が近づいてきた時に、こんな話をしていた。あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義姉。あの人というのは私のことだ。ちょうど私がお風呂から上がった時に、そうやって話していた。すると義姉は私が今に来たのに気づいたようだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義姉。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。矢吹さんが言っていたことは気になったが、まあ来るなと言われたのだから行くわけにもいかない。私は矢吹さんに事情を説明した。矢吹さんはちょっと残念そうにしていたが、仕方ないと納得していた。まったく、
姉さんはどうしようもないな。夫も今回の義士のことについては呆れていた。まあ、私の代わりに結婚式を楽しんできてよ。夫からきっといろいろと話が聞けるだろうと思い、私は当日はゆっくり家で休むことにした。そんなこんなであっという間に3週間が経った。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。思っていたよりも早い帰宅に私は驚いた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが、婚約破棄をされたんだ。相手の招待客も親族も一切来てなくてさ。え？結婚式もキャンセルされてたみたい。あらら。なるほど、そういうことか。矢吹さんは義士に何も知らせずに、結婚式をキャンセルするという作戦を実行したようだ。それは義士にはかなりのダメージになるだろう。華々しい姿で周りから祝福してもらおうと思ったら、結婚式がキャンセルされているのだから。新郎側から逃げられたことは、義士が呼んだ参列客にも速攻でバレてしまう。こんな恥ずかしいことはないだろう。義士はその後、すぐに矢吹さんのところに駆け込んだらしい。そして、こんなのひどすぎると訴えてやると激高したそうだ。だが、矢吹さんは冷静にこう言ったそうだ。それなら、マッチングアプリであなたが載せていた情報がすべて嘘だったことから、私は結婚詐欺として訴えさせてもらおうかな。このサービスは一応婚活用のものだから、結婚を前提にみんな参加している。嘘の情報を書いて、結婚までするのは詐欺だと認められるでしょう。弁護士を立てて、私はあなたを訴えることは容易だけどどうしますか？矢吹さんが毅然とした態度でそう言ったので、義士は尻込みして逃げ帰ってきたそうだ。あんたのせいよ。どうせあんたがバラしたんでしょ。義士は感情的になっていて、私の姿を見かけるとそうやって怒鳴ってきた。すると義母が私を守ってくれた。いい加減にしないか。あんたが自分で蒔いた種じゃないか。嘘なんてついて、結婚しようとするのがいけないんだよ。まさかここまでバカな子だったとは思わなかったよ。もう、私もあんたの面倒は見きれない。今すぐここから出て行ってちょうだい。義母がそうやって怒ると、義士は途端に顔を青くした。ちょっと待ってよ。私、追い出されたらどこに行けばいいの？そんなの知らないよ。一人で頑張って行きなさい。そんな。俺も母さんに賛成だ。姉さんは好き勝手やりすぎたんだよ。またフリーターでいいから、ちゃんと自立した生活を送ってくれ。義母と夫に見放され、義士は顔面蒼白のままその場にへたり込んだ。そして義士は家を追い出され、一人で生活をすることになった。とりあえずは住み込みのバイトを見つけ、そこで働くことにしたそうだ。私たちは義士がまたすぐ戻ってくるかもしれないので、義実家を売り払い、バリアフリーのマンションに引っ越すことにした。夫の会社の近くのマンションにしたので、夫も今までよりかなり早く帰ってくることができ、義母のサポートにもすぐに入れるようにしてくれている。そして夫の帰りが早いので、家族団らんで楽しく食事をすることができている。これからも私たちは仲良く楽しくしながら、支え合って生きていこうと思う。義士は本当に自分勝手で最低な人ですね。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい？あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから、息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。
私の名前はのぞみ、先日結婚したばかりの26歳の主婦だ。夫のマサトとは仕事関係で出会った。取引先の担当者だった彼は私より3歳年上で、仕事がとてもできて頼れる人だった。だけどたまに見せる笑顔が子供っぽくて、そのギャップにやられてしまったのだ。いつしか私たちは2人で食事に行くようになり、交際がスタート。そして彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は結婚後に仕事を辞めて専業主婦となった。だが早々に私は夫との生活に違和感を感じ始めた。夫は何でもかんでも他人任せの人だったのだ。仕事から帰ってくると、まず着ているものを脱ぎ散らかす。まず玄関で靴を脱いでいる最中にネクタイを外して床に落とし、そして自分の部屋に向かう途中でシャツのボタンを外し、入り口近くに脱ぎ捨てる。そしてスーツの上はベッドに投げ捨て、ベルトを外してズボンと靴下を脱ぎ捨てて部屋着に着替える。そのため私が急いでスーツを畳みに行かないとシワだらけになってしまう。私が玄関前のネクタイを拾い、スーツの上着とズボンをきれいにしてクローゼットにかけ、ベルトもきれいにしまって、ワイシャツと靴下を洗濯かごに入れるという流れが毎日出来上がっている。そして今に戻ると、夫はソファーで寝転がりながら、晩飯まだ。と言ってくるのだ。まさかこんな風にズボラな人だとは結婚する前は気づけなかった。夫は一人暮らしをしていたのだが、私が遊びに行った時はいつもピカピカで綺麗だったからだ。だから綺麗好きできちんとしていて、生活能力が高い人だと思い込んでいた。もしかして専業主婦の私に全てを任せられるからとだらしなくなっているのか。そんなことを考えてしまったほどだ。他にも夫に対して違和感というか不満はあった。まず異様に好き嫌いが多いこと。夫は野菜が苦手で、ピーマンとか人参が食べられない。他にも味付けにも微妙に得意、不得意があるようで、辛いのは好きだが唐辛子が入っているのは嫌だとか、ネギは食べられるけど火が通っていないと嫌だとか、そういう細かい注文が多かった。びっくりしたのは、ステーキを出した時のこと。肉を焼いて皿に盛って出したのだが、夫は手をつけず黙って私を見ている。あれ、牛肉食べられなかったっけ？でも焼肉は食べてたよな。そんなことを考えていると、夫が、ねえ、いつになったら切り分けてくれるの？と言ってきたのだ。なんと自分でナイフとフォークを使って切り分けるのもめんどくさいらしい。え、でもレストランではちゃんと自分で切ってたじゃない。あれは公の場だからな。実際、実家では母さんが全部切り分けてくれてたし、焼き魚だって母さんが骨を全部抜いてくれてたよ。え、私はその話を聞いてちょっと引いてしまった。そして絶対に夫には焼き魚は出さないようにしようと心に決めた。こんな風に夫には悪い意味で驚かされることばかりだったのだが、それでもまだこの頃は夫のことは好きだった。だがそんな中、私を悩ませる存在がもう一人現れた。それは義母だ。義母は結婚の挨拶や結婚式の時は普通の印象だったのだが、とんでもなく嫁いびりをしてくる意地悪な姑だったのだ。ある日の昼間、義母は何の連絡もなくいきなり我が家にやってきた。え、お母さん、どうしたんですか？あんたが我が家のルールを知らないとマサトから聞いたから、抜き打ちで調査に来たんだよ。そんな。義母はそう言って、部屋の中をうろうろして細かい部分を指摘してきた。そしてため息をついて私を罵倒する言葉をこれでもかというほど並べてきた。まったく、本当にあなたは女性なの。家事が何にもできないなんて嫁として生きる価値もないわ。掃除もダメだし、料理もダメね。
まずマサトのためを思って作ることができていないのよ。本当に息子のことを思っているなら、ああしてあげようとかこうしてあげようとか自然と考えてそれを行動に移せるものでしょう。あなたには母性ってものがないのかね。私は夫の母親ではないのだが、それにそれは母性というよりただの過保護だろう。だから夫は家ではぐうたらして何にもしないし、わがままだ。とにかく私がビシバシ鍛えるから覚悟しなさい。え、それからというもの、義母は毎日のように家にやってきては私の家事に文句をつけてきた。そして夫も義母に同調して、そうなんだよな、のぞみは分かってないんだよと一緒になって責めてきた。母さんのことを見習って嫁としてレベルアップしてくれよ。そんなことを当たり前のように言ってきた。私は義母が毎日いる状態が精神的に辛くて体調を崩してしまった。それで病院に行くと、なんと私は妊娠していることが分かった。妊娠の報告には義母も夫も大いに喜んだ。これで少しは優しくなるかなと期待していたのだが、それはそれ、これはこれという考え方だったようだ。しかも義母はますますやる気を出して嫁いびりに精を出し始めた。孫が生まれるならあんたをもっと指導しないとね。ほら、サボってないでさっさと動きなさい。そう言って義母は私が身重になってもあれこれと家事をやらせてきた。本当は休まないといけないのに、座ると怒られてずっと立たされる。そして夫も、お前、妊娠は病気じゃないんだから甘えんなよ、と言って義母と一緒になって私を追い込んできた。これじゃあ私もそうだが、お腹の子の命も危ない。そう思った私は地方にある実家に里帰りしようと考えた。だがそのことを夫に相談するとまさかの猛反対。ふざけんなよ。お前がいなくなったら誰が家事をやるんだよ。それはあなたが自分でやるか、お母さんに手伝ってもらうとか。俺は家事なんてやらねえよ。それに母さんに頼むのは違うだろ。でもあなた、一人暮らしの時は部屋きれいだったじゃない。あれは家事代行サービスを頼んでただけだ。え、なんと付き合っていた時のあのきれいな部屋のからくりはそういうことだったのか。どうやら誰かが遊びに来る時は事前に家事代行を呼んでプロに掃除をしてもらっていたらしい。じゃあ家事代行サービスを頼んでよ。それはダメだ。なんでよ。金がもったいないだろ。結婚して家事をやる人を得たんだから無駄な金を使う必要はない。私は絶句してしまった。つまりまだ独身の時は自分をよく見せて結婚しやすいようにお金を使って恋人の目をごまかしていたのだ。夫は要するに自分の身の回りの世話をしてくれる人がいればよかっただけなのだ。だがこのまま夫に丸め込まれてお腹の子を危険な目に遭わせるわけにはいかない。お願い、私に里帰り出産をさせて。ダメなものはダメだ。まったく本当に聞き分けのないダメな嫁だな。仕方ない、これを出すか。そう言って夫は立ち上がり、引き出しから何やら紙を取り出した。お前がどうしても実家に帰るって言うなら離婚な。え、なんと夫は記入済みの離婚届を出してきたのだ。まさかそんなものを用意していたの。私がびっくりしながらそう言うと、夫は勝ち誇った顔をしながら、俺は本気だからな、頭冷やしてよく考えろと言って荷物を持って出て行った。おそらく義実家に帰っているのだろう。私は好都合だと思い、すぐに荷物をまとめて車に乗り込んだ。そして途中で役所に離婚届を提出。数時間かけて実家に着くと両親は驚いていた。だが私が事情を説明すると憤慨し、離婚して正解だと言ってくれた。それからは両親にサポートしてもらいながら出産までゆっくりと実家で過ごしていた。
すると家を出てから1週間ほど経った頃、いきなり義母が実家を訪ねてきたのだ。私はまさか地方のこの実家にまでやってくるとは思わずびっくりしてしまった。平日の日中だったので父はいない。そのため私は仕方ないから自分が対応するかと思って立ち上がったのだが、母が私に任せてと言って私に部屋で待機しているように言った。そして母が玄関に行ってくれたのだが、私はさすがに気になってしまい、玄関の近くの部屋にまで行って聞き耳を立てた。義母は母が玄関を開けた瞬間に大きな声を出して、あの女を出せと言ってきた。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい。あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから、息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。この義母に育てられたから夫はあんな風になったのだろう。あんな風に詰め寄られて母は大丈夫だろうか。私はもし母が困ったら助立ちに行こうと準備していた。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。え。私はなぜ母がそんなことを言ったのかわからなかった。だが母は鼻をすすり泣いているような声を出しながら話を続けた。本当に突然のことで、私たちもまだ受け入れられてないんです。あの子があんな風な別れ方をするなんて。そんな。だからあなたの息子さんの嫁はもういないんですよ。よくよく母のセリフを聞くと、私が死んだというよりは義実家に嫁いだ私がもういないという内容だ。母はとても深刻そうな声で言っている。かなり芝居に入り込んでいるなと思った。だがそんなことで義母を追い払えるのだろうか。すると義母は母の演技にまんまと騙されたようだ。まさか亡くなったなんて、そんな。それはご愁傷様でした。義母はまさかの出来事に驚きうろたえているような声を出していた。母はここがチャンスだと思い、畳みかけるように義母を責めた。娘は生前あなたや息子さんからのいびりに頭を悩ませていました。相当苦しんでいたのでしょう。だからあのような決断を。どうして娘があんなになるまで追い詰めたんですか。自分の息子がもし会社で同じように圧力をかけられ続けたらあなたはどう思うんですか。もっと相手の気持ちになって接することはできなかったんですか。母にそのように責められると、義母はごめんなさい、と泣きそうな声で謝罪していた。そんな風に追い詰めるつもりはなかったんです。だけど可愛い一人息子を奪われたような気分になって、本当に申し訳ございませんでした。何やら音がしたので、そーっとドアを少し開けて覗くと、義母が土下座をしているのが見えた。まさか自分がそこまで追い詰めていると思っていなかったのだろう。だが私は自ら命を投げ出すほどではないにしろ、義母にかなり傷つけられて精神的に追い込まれたのは事実だ。だからあれくらいの謝罪はしてもらって当然だ。私に謝られても困ります。あの子は精神的に辛い思いをして心療内科で診断書までもらっていました。娘を傷つけた分の慰謝料はしっかりと支払ってもらいますからね。母がそのように言うと義母は、はい、本当に申し訳ございませんでした、とそれを承諾した。よほど自分の行動を反省しているのだろう。まあ、私が生きていることはどうせすぐにバレるだろうが、それでもちゃんと反省を促せたのは良かったと思うし、それにこれで子供を安全に産んだ上で慰謝料もちゃんと支払ってもらえる。とっさに思いついたのかは知らないが、母がこのような作戦に出たのはすごいと思う。義母はそれ以上ここにいるのが怖くなったようで、本当に申し訳ありませんでした、と言って逃げるように去っていったそうだ。
それから数時間後に夫からラインが来ていたが、私は無視をした。母が代わりに見たことにして、こちらにメッセージを送っても無駄です、と返事をしてくれた。夫から来ていたラインの内容は、悪かったから戻ってきてくれ、母さん落ち込んで塞ぎ込んでる、と言ったものだった。さすがに夫は私が死んだというのは信じてないようだ。だが私は夫にいくら謝られようがもう許さない。弁護士を通して慰謝料を請求した。夫は払うのを渋ったみたいだが、義母が支払わないと後味が悪いわ、と言って無理やり支払わせたようだ。そのおかげで私は一括で慰謝料をもらえることに。慰謝料をもらえたことで、妊娠中は就活をする必要もなく安心して家で出産に集中できるようになった。離婚後も元夫はしつこく連絡を取ってきそうだと思ったが、連絡が来ないところを見ると、義母が怖がって私たちにはもう関与しない方がいいと言っているのだろう。多分母を怒らせて、娘の死の責任を負わせようとしてきたら困ると思ったのだと思う。ちなみに事情を知っている私の元職場の同僚によると、元夫は自分が働く会社でモラハラをしていたことや、何でもかんでも私にやらせたりしていたという情報が広まっているらしく、周りから軽蔑されているそうだ。これコピーお願いします。が、ママがいなくても一人でできますか？お肉を自分で切ることもできないやつは、仕事なんてできないよな。このようなことを周りの社員から言われてバカにされて、毎日辛い思いをしているようだ。まあ、自業自得なので何とも思わないが。一方、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。娘が1歳になってからは、自分で就職先を見つけて働き始めた。現在はシングルマザーとしてバリバリ働きながら、子育てをして娘に癒される日々を送っている。っていうか、お母さんも大概ですよね。娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか。娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、感情というものはね、同等、もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。私は望み、夫が数年前に病気が原因で他界してからというもの、一人暮らしをしている。娘の舞は社会人となり家を出て、去年、娘婿の雅人君と結婚をした。まだまだ新婚だし仲良く暮らしているのかと思えば、あまり夫婦仲は良くないようだ。二人が揉めている原因は二人の新居にあるのだ。二人は結婚当初、マンションを購入して住むという話になっていたのだが、いざ契約となった時に娘婿のローン申請が通らず娘が契約することになった。そして現在は娘名義のマンションで二人は暮らしている。二人はローンを折半して支払っていくと話していたが、娘婿はなんだかんだと理由をつけて折半分を払わない。娘は愚痴をこぼしていたが、本来、相手のローンが通らなかった時点でマンションの契約はするべきではなかったと思う。もちろんその事実を明かされた時、私は娘に忠告したのだが、娘は聞き入れなかった。どうしてもこのマンションで暮らしたいと譲らなかったのだ。その結果が今だ。そもそもおかしな話ではないのか。娘婿は大手企業に勤めていて、勤続年数はもうすぐ10年だと聞いている。それなのに3000万円のローンが組めないとはおかしな話だ。娘には口が裂けても言えないが、私は娘婿が苦手だ。それはもう初見から。ヘラヘラとしていてつかみどころがない。話していてもどこか人を見下すような物言いをする。
あまり印象は良くないが娘の選んだ人だ。だから娘の思いを尊重するべきだと思った。マサト君さ、最近仕事が忙しいみたいなんだよね。仕事帰りに夕食を食べに来た娘は早速、娘婿の愚痴をこぼすのだ。それなのにさ、ローンの半分を払えないっておかしいよね。残業手当だってつくはずだよね。なんかさ、不公平だよね。あんたは全く、人の忠告を聞かないからそんなことになるんでしょう。そうだけどさ。でも、マサト君、結構いい給与もらえてるって言ってたんだよ。それなのにローン半分払えないとかさ。嘘つかれたのかな。嘘つかれたのかな、じゃない。嘘をつかれているのだ。だって彼はローンの折半分を払うといったことを守っていないのだから、すでに嘘をついていることになる。あなた、マサト君とずっと夫婦を続けていくつもりなんでしょう。まあね。だったらもうそこは諦めなさい。え？一人で払っていけない額じゃないんでしょ？そうだけど、約束って守られないならする意味ないじゃん。約束を守る人だったら、最初からお金をきちんと払ってるわよ。娘は納得がいかないと言った様子だが、反論の余地がないのだろう。口を尖らせたまま黙り込んでいる。マサト君ってさ、口だけのところがあるんだよね。出張行ってさ、その帰りにブラブラしてたら、可愛いネックレスを見つけたんだって。私に買ってあげたいって思ったんだけど、気に入るかどうかわからなかったから、買ってこなかったとか言うんだよね。でさ、問題はその後だよね。本当に買ってあげたいって思ってたら今度見に行こうとか言わない。出張ってどこに行ったのよ。銀座。あら、近いわね。でしょ。なのにさ、言わないんだよ。ほんと口だけなんだよね。ちょっとあんたたち、大丈夫なの？これはうまくいかない典型ではないのか。内容は何にせよ不満がたまることが問題だ。そもそも二人は結婚相談所で出会っている。だから経歴や家族構成などといったことはあらかじめ手にすることができる。しかし、こういった内面というのは、出会ってすぐにはわからないこともあるだろう。二人は出会って半年で結婚をしている。もう少し時間をかけるべきだという話はしたが、娘は彼に惚れ込んでいたことと結婚への焦りから、すぐに結婚を決めてしまった。そして結婚生活序盤からぐちぐちと不満を漏らしている。娘には幸せになってもらいたいが、私には二人の未来が見えないのだ。そんなに不満に思うなら、不満を解消したらいいじゃない。例えば、マンション、売ったら。は。そうすれば一つの問題は解決するじゃない。絶対嫌。じゃあ、マサト君に半分払わせることは諦めなさい。そうだけどさ。結局娘も娘で自分の思い通りに彼を動かしたいのだろう。確かに娘婿は不甲斐ない。約束はきちんと守るべきだ。しかしそういう相手と婚姻関係を続けていくなら、それは娘が妥協するしかないのだ。娘は自分の思い通りにいかない結婚に不満たらたらだ。娘に見る目がなかったことも大きな原因ではあるが、確かに、約束は守るべきだと思う。娘は自分の思いと目の前の不条理にストレスをため込んでいるのだろう。そして今日も釈然としないまま、娘はそのマンションへと戻っていくのだ。そんな娘を見ているのは辛い。何とかしてあげたいとは思うが、親がぐいぐい夫婦の話題に口を出すのも考えものだ。私は見守るスタンスをとっている。そんな時、
娘婿が我が家を訪ねてきたのだ。その隣に娘はいない。あら、マサト君一人？はい。今日はお母さんにお願いがあって。娘婿はテーブルにつくなり切り出した。お母さん、お金を貸していただけませんか？え、なぜ？ローンの支払いが厳しくて。え？あ、マンションのローンです。月々30万返済してて、ボーナス月はプラス15万なんですよ。僕が一人で負担しているので、ちょっと厳しくて。でも舞ちゃんには迷惑をかけたくないから。あら、そう。恥を忍んでのお願いです。100万円ほど貸してもらえませんか？さすがに100万円の現金は手元にないわね。振り込みで大丈夫です。わかったわ。前向きに検討しましょう。ありがとうございます。彼は丁寧に振込先を書いたメモを置いていった。さて、どうしたものか。娘婿の頭がぶっ飛んでいることを確認することができた。彼は息を吐くように嘘をつく人物だ。そして頭のネジも何百本と足りないようだ。娘が私に全てを話しているとは考えられない頭の持ち主だった。私が娘に話すとは思わないのか。しかも娘に迷惑はかけなくとも、娘の親である私が迷惑を被ることに考えが及ばない。まあ、ともかく娘婿がおかしな人物であることは理解した。しかし一つ、気になることがある。これは娘と話していても思ったことだが、大手企業に勤めていながらローンの申請が通らない。ローンの折半分も払わない。こともあろうか私にお金を借りに来る。彼は十分な給与をもらっているはずだ。これまでのことを考えると釈然としないのだ。もう、娘たちの行き着く先は見えている。だから私は娘に伝える前に彼の身辺調査をすることにした。その結果はやはりと言うべきか、彼は娘を裏切っていた。私はその結果に心底腹が立ったが、ここは落ち着いて行動するべきだ。そしてその日の夜、私は娘を呼び出した。回りくどいことはしたくない。私は調査報告書を娘に手渡した。何これ、マサト君、浮気してたってこと？しかも結婚前から。この子見たことある。私の前に相談所から紹介された人だよ。娘の手は震えていた。受ける。この子に貢いでたからお金なかったんだ。なるほどね。私、あの人の ATM だったんだね。今後のことはきちんと考えなさい。いや、もう考える必要もないわ。離婚するから、お母さん、見届けてもらってもいい？もちろんいいわよ。娘は私を連れてマンションへ戻った。そして帰宅した娘婿は私がいることにキョトンとしている。あれ、お母さんどうしたんですか？私が呼んだの。私たちの結末を見届けてもらうためにね。は？私、あなたと離婚する。いきなり何？結婚したばっかりで笑えない冗談なんだけど。笑えないでしょ、離婚なんだから。マジで言ってんの？だったら俺の両親も呼ぶべきだろ。こんなの俺の味方いないじゃん。あら、呼んでもいいなら喜んで呼ぶけど、じゃあ呼ぼっか。娘は彼の素行報告書をテーブルに広げた。すると娘婿の顔色はみるみる青ざめていった。あんたの不貞、お父さんたち知ったらどう思うだろうね。まあ、今から呼ぶわ。ちょっと待て。いい、呼ばなくていい。なんか勘違いしてない？俺は浮気なんてしてないよ。これは捏造だよ。誰かが俺を貶めようとしたんじゃないかな。
そんなこと誰がすんの？お母さんだよ。娘婿の震える手は私を指さしている。お母さん、あれでしょ、俺が金借りに行ったことが気に食わなかったんですよね。でもこんなことするなんてひどいな。貸せないなら貸せないって言ってくれれば僕だって無理強いはしないですよ。何をバカなことを。自ら自分の醜態を露呈させている。は、お金借りるって何の話。娘婿ははっと口元を押さえている。いや、ほら、ローンとかさ、いろいろ大変だろ。だから少しでも足しにしようと。は、あんた一銭も払ってないのに何言ってんの。そんなことお母さんの前で言うことないだろ。俺に恥かかせんなよな。恥って何。ああ、全部私に払わせてること恥ずかしいって思うことなんだ。そうだよね、情けないわ。まあもう離婚するから関係ないけどね。娘婿は自分の立場も忘れきれている。お前、本当に俺と離婚していいんだな。うん、あんたと切れればせいせいする。俺はお前みたいな低学歴な人間でも結婚してやったんだぞ。は、お前短大卒だろ。俺は超有名私大卒だ。だからそんな優秀な人材とはもう出会えないだろ。小さい男ね。お前大学卒業して何年経ってると思ってんだよ。お前の功績ってそれだけ。中身のない人間ほど学歴にこだわるんだよね。娘婿の顔は真っ赤になり目は血走っている。痛いところを突かれたのだろう。もういい、お前とは離婚だ。低学歴なやつは俺の人生に必要ない。俺はな、今彼女の父親のつてで投資をしてるんだ。彼女は資産家のお嬢さんなんだ。俺が大金持ちになったらマンションの金も全部払ってやろうと思ってたのに残念だな。はいはい、口だけ番長。もうそういうのもうんざりだから。今すぐ出てけ。うん、言われなくても出てく。じゃあお母さんありがとう、行こっか。っていうかお母さんも大概ですよね、娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか。娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、感情というものはね、同等もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。そうね、踏んだことにすら気がつかないかもしれないわね。じゃあね、石ころさん。俺は石ころなんかじゃない。娘婿は顔を真っ赤にして怒鳴り散らしていたが、私たちはそんな彼を置いてマンションを出た。お母さん、ありがとう。あんた、反省しなさいよ。石ころにつまずいたのは紛れもなくあなたなんだからね。はい、ちょっと結婚に焦ってたわ。これからはちゃんと周りの意見にも耳を傾ける。それがいいと思うわ。その後、娘婿は石ころ扱いされたことがよほど気に食わなかったのか、浮気相手に請求した慰謝料も合わせて支払い、娘たちの離婚は成立した。そして元娘婿が慌て出したのは数週間後のことだ。娘のスマホにひっきりなしに電話がかかってきている。娘は仕方がないと電話を取った。久しぶり、元気。要件は？ポストに入ってた弁護士からの書類のことなんだけど。ああ、はいはい、ちゃんと期日までに出てってね。ちょっと待ってよ、俺このマンションなくなったらどこに住めばいいの。さあ、私には関係のないことだから。
娘は弁護士を通じて元娘婿にマンションから退去する旨を通達していた。あのさ、俺たちちょっとした行き違いがあっただけだと思うんだよね。だから、舞、帰っておいでよ。退去したら弁護士に連絡してね。ちょっと待って、本当に困るんだ。俺、今、お金なくて。あんたいつもお金ないだろ。違うんだよ。今、本当に困ってて。その、投資がうまくいかなくてさ。彼女とも連絡がつかなくなっちゃったし、本当にお金がないんだ。へえ、あんた騙されたんだね。ウケる。金持ちになるんじゃなかったっけ。だいたいさ、素人が投資なんてうまくいくわけないじゃん。あんたは騙されたんだよ。残念だね。早く出てってね。そのマンションは売りに出すから。本当にちょっと待ってよ。俺マジでヤバいんだってば。そっか、今苦しい状態なんだね。舞、うん、俺今苦しいよ。ありがとう。舞なら絶対に分かってくれると思ってたよ。今日にでも戻ってきてくれる。そんなわけないだろ。最後にあんたの悲惨な状況を知ることができてせいせいしたわ。え、これ以上そこに居座るならあんたの両親に連絡するわ。娘はそれだけ告げると電話を切った。その後、娘は彼の両親にすぐ連絡を入れ、彼らが元娘婿を実家へ連れ戻した。元娘婿は自分の両親が苦手だ。なぜならすごく厳しい人たちなんだよね。だから彼は実家に行くことを避けていたのだが、娘が事の真相をすべて話したことで今では実家で暮らし、がっちり給与を抑えられているという。娘のマンションはすぐに買い手がついたが、300万ほどの赤字だ。しかし元娘婿たちからの慰謝料額を加味すればプラス数百万といったところだ。いろいろと痛い思いはしたが、マイナスを出さなかっただけよしとすべきだろう。あれから娘は私と一緒に暮らしている。離婚後の娘のメンタルが心配だったが、意外にも元気に仕事へ行っている。私が生きているうちに最高の伴侶を見つけてほしいものだ。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。舞、今日はよく眠れたか。うん、大丈夫だよ。それはよかったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫のまさととは合コンで知り合った。同い年だった私たちはすぐに意気投合し、それから交際に発展。順調に交際を進めていき、そして結婚に至った。結婚してすぐに子供ができ、娘の舞ももう15歳になった。夫と私はお互いに我が強くて、ぶつかることも多かったけど、それなりに幸せな結婚生活を送り、いい家庭を築けていたと思う。そして結婚して15年が経った私たち。このまま夫とずっと連れ添いながら、娘の成長を二人で見守っていくものだと思っていた。今度の結婚記念日ってどこか行くの？ある日娘がとても嬉しそうに聞いてきた。うーん、まだ決まっていないけどディナーくらいはしたいわね。素敵。高級レストランで夜景を見ながら食事をするんでしょ？
そんなプロポーズの時みたいな感じになるかはわからないけど、ちょっといいお店には行きたいわね。いいな。私、ちゃんと一人でお留守番してるから楽しんできてね。ふふ、ありがとう。そんなことを娘と話しながら、夫がどこに連れて行ってくれるか私は期待していた。だがどれだけ日数が近づいていっても、夫から結婚記念日についての話は出てこなかった。もしかしてサプライズか何かを用意してるのかな。今年は15周年の記念だし、特別なお祝いを用意してくれているのかもしれない。それならあえて結婚記念日については話題に出さないようにしておこう。私はそうやっていつも通りの日常を過ごしながら、夫からのアクションを待った。だが前日になっても特に何も言ってこないし、当日の朝になっても夫は一切結婚記念日について話してこない。相変わらずに眠そうにしながら朝食を食べている。じゃあ、行ってくるよ。あ、ねえ、あなた今日はどうするの？私は我慢できずに聞いてしまった。ここまで何も言われないのはさすがに不安だったからだ。だが夫は不思議そうに私を見ている。どうするって何が？あ、いや、晩ご飯とか。私は夫に気づいてほしくてさりげなくディナーについて触れてみた。すると夫は思い出したような顔をした。よかった、ちゃんと結婚記念日だということは覚えているようだ。だが夫は驚きの発言をしだした。そうだな。今日は金曜だし後輩と飲みにでも行ってくるよ。え？ああ、もうこんな時間じゃないか。行ってきます。行ってらっしゃい。私は絶句してしまった。夫は今日が何の日か覚えていなかったのだ。食卓で朝食を食べていた娘もさすがにドン引きしていた。お父さん、結婚記念日のこと忘れてるじゃん、最低。娘が悪態をついてくれたので、私は少し冷静になることができた。まあきっと仕事が忙しくて忘れたんでしょう。結婚して15周年だということを忘れているのはさすがに悲しかったが、それでも毎日仕事は頑張ってくれているし、感謝できる点を探さなければ。その日は結局、娘と一緒に焼肉を食べに行って、娘にお祝いをしてもらった。そして翌日、昨夜遅くまで飲んできて帰ってきた夫は、昼過ぎに起きてきた。自分がやらかしていることにも気づいていない夫を見ると、さすがにイラッときたが、私はスルーすることにした。すると今にいた娘が、ソファーにドカッと座る夫の前に立った。どうしたんだ、舞。夫は急に目の前に立った娘をいぶかしげに見ている。娘は怒った顔をしながらこう言った。昨日がお母さんとの結婚記念日だってこと忘れてたでしょ。結婚記念日？娘に言われてようやく夫は思い出したようだ。あれ？昨日だったっけ？夫の反応に娘はさらに頭にきたようだ。何よそれ。お母さんとお父さんが結婚して15周年の特別な日だったのに。ああ、もう15年経ったのか。夫のあまりにもそっけない態度に、私もさすがに腹が立ってしまった。あなたどうしてそんなに冷静なの？普通はもっと申し訳ない気持ちを持つべきじゃない？私がそう言うと、夫は途端に嫌そうな顔をして逆ギレをした。はあ？なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。大体な、こっちは毎日仕事をして疲れてるんだよ。記念日だとかそんなんいちいち覚えてられっかよ。そんなに祝ってもらいたかったらな、もっと早くから言えばいいだろうが。私は呆れてしまった。娘は夫の発言にさらにイラッときたようで、言い返していた。普通は男性の方がちゃんと覚えていて、それでサプライズとかを用意するべきでしょ。お父さんは女心を分かってなさすぎ。うるさいな。
お前ら何なんだよ。もういい、今日は実家に帰る。そう言って夫は怒って荷物をまとめて義実家へと帰ってしまった。お父さんったら何なの。ああやって納得できないことが起きるとすぐおばあちゃんのところに行くし。娘は夫が出て行っても怒りが収まらないようで、腕を組みながら文句を言っていた。私もさすがに今回の夫の態度には幻滅してしまった。今までも喧嘩はしてきたが、正直言ってここまで理不尽な逆ギレをしてくることはなかった。それからというもの、夫は家での態度がかなり冷たくなった。私と娘との会話にも入ってこないし、帰りも遅くなることが多い。週末は毎週義実家に帰っていて、泊まってくるのが習慣になっている。そんな夫の態度に私もだんだんと愛想を尽かし始めているのが現状だ。しかし、それから3ヶ月ほどが経った頃、なぜか娘が夫と仲良くなりだした。舞、今日もお父さんと一緒におばあちゃんの家に行くか。うん、行く。よし、それじゃあ早速準備しよう。娘は夫と一緒に週末に義実家へと行くようになり、私よりも夫に懐いている態度を取り始めた。私は今まで義母から散々嫁いびりをされてきたので、ある時から義実家には一切顔を出さないようにしていた。娘も義母のことは苦手だったはずなのに、この前の結婚記念日の時は夫に対してものすごく怒っていたのに、一体何があったのだろうか。本来なら父と娘が仲良くしている状況は喜ばしいことなのだが、私は夫に娘を取られたような気がして、なんだか寂しかった。夫と私はほとんど会話がなくなっていて、敵対する関係のようになっていたので、娘がどちらにつくかで家での生活の居心地の良さが変わってしまう。夫が仕事に出ている時は娘は普通に私と接してくれるのだが、夫が家にいると夫にばかり話しかけている。別に邪険に扱われているわけではないから気にしなければいいのだが、どうしても夫ばかりなぜと羨ましく思ってしまう。しかし、そんな中、驚きの出来事が起きた。それはある日の休日のこと。夫はいつものように義実家に泊まり、娘は珍しく私と一緒に家にいた。そんな中、テーブルにあった娘のスマホが鳴った。画面を見ると夫からだった。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。通話ボタンを押すと夫の声が聞こえてきた。舞、今日はよく眠れたか。うん、大丈夫だよ。それは良かったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。もうすぐあいつは虐待の罪で捕まるからな。え、虐待？何のことだ。義母も不敵な笑みを浮かべながら娘に話しかけていた。あんたもちゃんと誰についた方がいいかよく分かってきたようだね。あんなグズ女は見切りをつけな。そして夫はこう言った。虐待をでっち上げて、慰謝料代わりに俺はその家をもらうんだ。そしてカナを家に呼んで、4人で幸せに暮らそう。今からその時が来るのが楽しみで仕方ないよ。うん、私も楽しみにしてるね。娘はそう言って電話を切った。私は絶句してしまい、その場で固まってしまった。舞、今の話は何なの。
あなたたちは何を計画してるの？私は怯えながら娘を見た。だが娘は力強い眼差しで私を見た。お母さん、安心して。私は最初からお母さんの味方だよ。え？そう言って娘はここ最近のことを教えてくれた。娘は数ヶ月ほど前、お友達と町で遊んでいる時に夫と義母が見知らぬ女性と3人で歩いているところを見かけたらしい。それから何か怪しいと思ったそうなのだが、夫に直接聞いても絶対に口を割ってはくれないだろうと思ったそうだ。そこで父親に甘える感じを装い、少しずつ夫の懐に入って真相を知ろうと、父親が大好きな娘を演じたらしい。最初は警戒していた夫も、娘が急にべったりと甘えてくるようになって心を許してしまったそうだ。それで義実家に一緒に行くようになって事の真相を知ったらしい。それは夫と義母が私を悪者に仕立ててこの家から追い出し、そして不倫相手と再婚して3人で住むことだった。義母は義父が亡くなってから一人で義実家に住んでいたのだが、私のことが相当に嫌いだそうで、私を追い出して息子である夫と一緒に暮らしたかったようだ。夫は前々から不倫をしていたようで、不倫相手と義母を合わせて、それからは3人で結託して私を追い出す計画を立てていたそうだ。娘のことも最初は追い出そうとしたらしいが、最近は夫と義母に忠実な態度をとっていたから、引き取って育てようと思ったらしい。だが娘は娘で夫と義母の悪事を暴いて、私に渡すためのたくさんの証拠を集めていたようで、不倫の証拠写真や夫と義母が計画を話している録音音声などを渡してくれた。私はすぐに警察に通報し、夫と義母が詐欺をしようとしていることを報告。そしてその後は弁護士を雇い、夫と戦う準備をした。警察に通報した後、夫はすぐに家にやってきたようだ。私のスマホに鬼のように電話が鳴ったのがその証拠だろう。おい、どこにいるんだよ。なんで俺の実家に警察がやってくるんだよ。私が居場所を教えるわけないでしょ。あなたとお母さんがとんでもない計画を立てていたっていうのに。残念だけど、すべて前から聞いてるから。あの野郎、裏切りやがったな。娘を責めたり逆恨みなんてしないでよね。あなたには相応の罰を受けてもらうから。まずあなたには詐欺未遂として通報したから、次は不倫による離婚と慰謝料、そして養育費の要求をするわ。そんな、ふざけんなよ。ふざけているのはあなたでしょ。私は絶対に許さないから。そしてあなたが欲しがっていたこの家だけど、私が親から相続した豪邸だし、それに高く売れるみたいだから売ってしまうわ。はあ？なんでだよ。その家が手に入らないなら、俺はこんなことを計画した意味がないじゃないか。そもそもあなたの手に渡ることなんてないから。もし渡すなら私が死んで前に相続するってことくらいね。でも、あなたに奪われたら嫌だから売るわ。とにかくあなたのことはもう信用できないから、弁護士を通してさっき言ったことを実行するわ。おい、待ってくれ。夫がまだ何か言っていたが、私は無視をして電話を切った。その後、弁護士を通して離婚と慰謝料と養育費を夫に要求。慰謝料は無事に夫と不倫相手から支払ってもらえた。養育費に関しては、分割で夫から支払ってもらうことになった。元夫は借金まみれになり、さらに豪邸も手に入らなかったので、不倫相手から捨てられたらしい。しかも不倫相手は会社の後輩だったようで、不倫相手は逆恨みからひどい扱いを受けたと会社に報告し、元夫はパワハラのセクハラ野郎として会社で大問題となり、減給の上で地方に左遷された。
元義母は今回の件が近所の人たちにバレてしまい、不倫相手を許容したり孫に虐待を容認させようとしたヤバいやつ認定されて避けられているようだ。一方、私は新しくマンションを購入し娘と一緒に暮らし始めた。今回私を守ってくれた娘には感謝しかない。これからも親子仲良く支え合いながら幸せに暮らしていこうと思う。え、何しに来たの？突然私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。大学を卒業してから就職した会社で一生懸命働き、それなりに結果も残してきた。私には仕事をする生活がとても合っているようで、自分でも働いている時が生き生きしている感覚がある。だがそんな中、私のそんな価値観を変える出来事が起きた。それは後に夫となる正人との出会いだ。彼との出会いは仕事関係だった。私が働く会社の取引先で働いていた彼。彼はとても穏やかで優しくて包み込むような空気感をまとっていた。いつもキビキビと働いていた私にとっては、彼のようにいわゆるマイペースのような感じでのびのびとしているのは新鮮だった。それでいて仕事はちゃんとできているので、私は彼にどんどん惹かれていった。その後、一緒に仕事をしていくうちにお互いの距離が縮んでいき、彼からデートに誘われて私たちは交際が始まった。それから1年ほど順調に交際を進めて、彼からなんとプロポーズをされて結婚することに。私はすっかり彼のことが大好きになっていたので、プロポーズは2つ返事で承諾。お互いの両親にも挨拶を済ませて、結婚式を挙げた。そして新婚旅行にも行き、一緒に住み始めて新婚生活を始めた。新婚生活を始めた時は共働きだったので、お互いに支え合いながら家事を分担して生活をしていた。夫は大学から一人暮らしをしていたようで、ある程度料理が作れる。だから毎日の晩ご飯も分担することができて本当に助かっている。そのおかげで仕事にも集中できるし、私はとても優しくていい人と結婚できたなと思っていた。そんな中、私は妊娠をした。子供ができたことはとても嬉しかったが、私はもう少し仕事を頑張りたいと思っていた。だから産休と育休を取って一旦は子育てに集中しながらも、会社に復帰することを計画していた。夫もそれに同意をしてくれて、私は子育てに専念することに。そして無事に子供が生まれた。元気な女の子だ。私と夫はこの子に舞という名前をつけた。子供の誕生を夫はとても喜んでくれて、私や夫の両親も孫の誕生を大いに喜んだ。それからというもの義両親は、次はいつ来るんだい？と頻繁に私や夫に連絡をしてくるようになった。義両親に対しては特に悪いイメージは持ってはいなかったが、こう何度も連絡が来ると少し嫌になってくるものだ。そんな中、夫がこのような提案をしてきた。育休中は俺の実家に一旦住むのはどう？え？こうやっていちいち予定を確認して実家に出向くのって大変じゃん。それに子育てや家事の手伝いだって俺の親に頼めるしさ。なるほど、確かに。私たちはその時賃貸マンションに暮らしていた。だから引っ越しをするのは簡単だ。
育休が終わる1年間くらいだけ義実家に住めば、孫と触れ合わせることもできるし、夫も親孝行ができるだろう。私はそのアイデアに賛成することにした。夫が早速義両親に話すと、義両親はとても嬉しそうに同居生活を承諾したらしい。そして私たちは引っ越しの準備をして義実家へと移り住んだ。お母さん、お父さん、今日からよろしくお願いします。私がそう言うと、義両親は笑顔でよろしくねと返してくれた。その後、義両親はすぐに娘を抱きかかえて嬉しそうに話しかけていた。わあ、舞ちゃんかわいいわね。じいじとばあばとこれからたくさん遊ぼうな。娘もキャッキャと嬉しそうにしてるし、義両親も優しいし、これなら平和に楽しく過ごせそうだ。だがそう思えたのはこの日だけだった。翌日、私はいきなり義母に叩き起こされた。ちょっとのぞみさん、あんたいつまで寝てるのよ。そう言われて慌ててスマホの時計を見ると、なんとまだ朝の5時半だった。あの、お母さんどうしたんですか？どうしたって何よ。あんたは嫁なんだから、家族全員分の朝食を作る義務があるのよ。マサトとお父さんのお弁当も作らなきゃいけないんだからね。え、私は絶句した。いきなりそんなことを言われるとは思わなかった。夫は同居する前に家事や子育てを義両親に手伝ってもらえると言っていた。もちろん私だって主婦としてちゃんと家事はやろうとは思ってはいたが、夫と二人で暮らしている時よりも負担が増えるとは思ってもみなかった。私はかなり眠い状態で台所へ。娘の夜泣きがまだひどかったので、やっと眠りにつけたのは2時だった。それなのに朝5時半に起きなければいけないのは本当につらい。そんな状態だから、体の動きだって重い。だが義母はそんな私を気遣うことなんてなく、あれこれと文句を言ってきた。どうしてそんなにタラタラしてるのよ。遅いわよ。もっとテキパキ動け。もう本当にとろくてイライラするわ。今までの義母とは思えないほど、その顔は怖くて、そしてぶつけてくる言葉は理不尽だった。実際、私は義実家の台所を使って料理をするのは初めてだから、何がどこにあるのかさえもわからない。それなのにそんな風に責められるのは正直言って納得がいかない。すると私がそのように思っているのを察したのか、義母はまたも怒り出した。なんだいその目は。あんた、嫁のくせに姑に逆らうっていうのかい？いえ、そういうわけでは。ただ、私はまだこの台所のものの置き場もわかっていませんし、それに前の夜泣きがひどくて睡眠時間は3時間ほどなので、その点をもう少し考慮してほしいです。私はできる限り丁寧に下手に出ながら義母に自分の意思を主張した。だが義母は鼻で笑い、まったく、初日からこれじゃ先が思いやられるよ、と言った。そんなことを言ってサボろうとするなんて性格の悪い女だよ。中途半端に社会人をやっている女は、中途半端に弁が立つようだけど私には聞かないよ。あんたはこの家の嫁であって、夫の家族の言うことは全部聞かないといけないんだ。それを肝に銘じときな。義母はそう言って私に料理の仕上げと弁当作りを指示した。そして自分はソファーに寝転がり、コーヒーを飲みながらテレビを見ていた。ほどなくして夫と義父が起きてきて、食卓に座る。すると義母もソファーから起きてきて一緒に食卓に座った。そして義母はあろうことか、私がいかに使えなかっただとか料理が下手だとかを私が目の前にいるのに、義父と夫に話し出したのだ。それを聞いた義父は、それはいかんな、ちゃんと嫁として教育をしなければ、と言った。義母の言葉を鵜呑みにし、しかもそんな発言をする義父にも私はがっかりした。
最初は義両親はどちらも笑顔で私を出迎えてくれたし、優しかったので義父は私の味方になってくれるかもしれないと期待をしていたのだ。義母は姑だし、夫は一人息子だから私に取られたと思って意地悪をしたくなったのだろうと思っていた。だが義父も私に対して冷たい態度を取り始めたことで、義両親は私を敵とみなしているとはっきりと分かった。しかしまだ娘が生まれたばかりだし、私もまだ夫のことが好きだったので、離婚までは考えていなかった。それに夫は、のぞみはちゃんと家事をやっていたよ、と私の味方になってくれていた。夫が私の味方なら何とかやっていけるだろう。それに育休中だけの期間限定の同居だし、少し我慢していれば問題ないだろうと思うことにした。だがそれが甘かった。義両親の私への嫁いびりはさらにひどくなっていったのだ。ちょっと、のぞみさん、早く頼んだ洋菓子を買ってきなさいよ。おい、俺が頼んでいた庭の草むしりはまだ終わってないのか。本当に使えない嫁ね。本当に使えない嫁だ。義両親は同時に無理難題を押し付けて私を罵倒してきた。私は救いを求めて夫の方を見る。夫は、おいおい、あまり望みをこき使わないでくれよと言ったが、それだけ言うともう自分は関係がないといった感じでソファーに寝転がっていた。私はもっと強く言ってくれよと夫に思ったが、夫はもうこちらを見向きもしない。義両親は夫が気休めの注意をしたくらいでは私への嫁いびりを止めることはない。その後も私を奴隷のように扱っては心ない言葉を浴びせてきた。お前みたいなポンコツ女の遺伝子が孫に入っていると思うと残念だよ。マサトの遺伝子が強く入ってほしいものだ。いっそのこと孫だけ置いて出て行ってくれればいいのにね。そんなことを平然と言ってのける義両親に私はもう限界だった。どうしてこんな風に私自身を否定されなければいけないのだろうか。私はさすがにひどすぎると思い、夫に相談をした。ねえ、お母さんたちの私への態度、どうにかならない？あなたからもっと強く言ってよ。だが私がそのように言うと、夫はとても嫌そうな顔をした。俺はちゃんとやってるだろう。それ以上は自分で何とかしろよな。だいたいお前家での家事をサボってるって聞いたぞ。え？ご近所さんからもズボラでだらしない嫁を持って大変ねなんて言われたんだからな。ちょっと待ってよ。どうしてご近所さんがそんなことを言うの？知らないよ。母さんと仲がいいから自然と嫁の話になるんじゃないのか。とりあえずあんまり俺に恥をかかせるようなことはするなよ。そんな。あなたまで私が悪いっていうの？そうじゃないけど、お前がちゃんとしてれば母さんたちも文句は言わないだろう。私は夫がそんなことを言い出したのでショックを受けてしまった。もう無理よ。どんなに頑張ったってお母さんたちは私を認めてはくれないわ。また私たちだけで暮らしましょうよ。もう半年以上も同居してるし、孫ともたくさん触れ合えて満足でしょ。私がそう言うと夫はそれはダメだと言った。どうしてよ。母さんたちには1年間一緒に同居するって言ってるんだ。それを今家から出て行ったら約束と違うだろ。母さんたちを悲しませることはしたくない。そんな。じゃあ残りの数ヶ月間をこの家で過ごしたらすぐに出ていくって約束してくれる？わかった、約束するよ。夫がそのように言ってくれたので私はそれならばと頑張って耐えることにした。そして地獄の5ヶ月間をなんとか乗り越えて約束の1年が経った。私はすぐに夫に引っ越そうと言った。この日のために賃貸マンションの内覧にもこっそり行って部屋をいろいろと見ていた。すぐに引っ越すことができるから。
私は不動産屋でもらった資料を夫に見せた。すると夫は頭をポリポリとかきながら驚きの発言をした。なんかさ、母さんたちがこのままずっと同居すればって言ってるんだよね。は。だから引っ越さずにこのままここで暮らそうよ。ちょっと何言ってるの。私と約束したでしょ。1年を過ぎたらここを出ていくって。約束を破るなんて信じられないわ。私がそのように夫を責めると、夫は逆ギレをした。うるせえな。お前は俺の実家に嫁いできたんだから、夫である俺の言うことを聞け。急に顔を真っ赤にさせて怒鳴る夫に私はびっくりしてしまった。そしてそれと同時に夫への愛が一瞬にして冷めた。わかったわ。それじゃあ離婚しましょう。は？離婚？お前、本気で言ってるのかよ。夫はさらに大きな声を出した。その声は今にいる義両親にも聞こえたようで、慌てて私たちの部屋にやってきた。ちょっとどうしたのよ。舞が起きて泣いちゃったじゃない。マサトの怒鳴り声が聞こえてきたが、まさかこの女が何か面倒なことを言ったのか。この女って本当に義両親の私への態度には腹が立つ。そして夫も完全に義両親側についていた。そうなんだよ。この女、ここから一刻も早く出たいって言って聞かなくてさ、挙句の果てには離婚だなんて言ってるんだよ。夫がそう言うと義両親も顔を真っ赤にして怒り出した。嫁の分際で生意気な。本当に最低な女だね。マサト、あんた離婚しちゃいなよ。この女が勝手に言い出したことなんだから、この女だけ追い出して、舞は私たちが引き取れば家族みんな幸せになれるよ。義母がそう言うと、夫も納得したような顔を見せた。確かにそうだな。俺はやましいことなんて何にもしていないし、離婚を拒んでもこいつの方から無理やり別れたいと言ってきたんだもんな。いいだろう。別れてやるよ。早く離婚届を持ってこいよ。夫は勝ち誇った顔でそのように言った。私は夫にそう言われ、身支度をして外に出た。そして離婚届を持ってきて義実家へと戻ってきた。おう、来たか。え、誰だよその男。義実家の人たちはいぶかしげに私の隣に立つスーツ姿の男性を見てそう言った。私が以前から相談していた弁護士の方よ。もしかしたらこういう展開になるかもしれないと思って、前もって準備してたのよ。私が弁護士だと言って相談すると、義実家の人たちはたじろいだ。なんで弁護士を？私がただ黙ってやられっぱなしでいるわけないじゃない。今までお母さんやお父さんから言われてきた、心ない言葉の数々や嫁いびりの内容について、ボイスレコーダーで録音をしたり、ネットのブログに書いたりして記録として残しておいたのよ。そして、それについて夫に相談していることなども、ちゃんと記録と証拠を残したわ。これをもって弁護士に相談したら、あなたの有責で離婚をすることができるって言われたの。だから私はあなたと離婚し、舞を引き取って今まで精神的苦痛を与えられたことへの慰謝料と養育費を請求するわ。私がそのように言うと、義実家の人たちは顔を青くした。まさか私がこのような準備をしているとは思っていなかったようだ。夫も自分が追い込まれていることを理解したようだ。ちょっと待ってくれよ。わかった。俺が悪かったから、この家を出て舞と俺たちの家族3人で幸せに暮らそう。のぞみの言う通りにするから。手のひら返しでそのように言ってきたが、もう時すでに遅しだ。家族3人はあなたとあなたのご両親の3人よ。最低な大人3人で仲良く幸せに暮らせばいいじゃない。これ以上、舞をここに置いたらあなたたちに影響されて性格が悪くなってしまうわ。
嫁いびりをするような親と、それを助長する息子とはもう一緒にはいられないのよ。さっさと離婚届にサインをしてちょうだい。私が毅然とした態度でそう言ったので、夫はたじろいでいた。だが弁護士が、もし拒むようでしたら裁判になります、と言うと、おとなしく従って離婚届にサインをした。そして私は無事に舞の親権を得ることができ、義実家からも逃れることができた。元夫は今回の件で慰謝料と養育費を支払うことになった。だが私の復讐はこれだけでは終わらない。私が残してきたたくさんの記録は、噂好きのご近所さんや元夫の上司にも聞かせた。その結果、あっという間に義実家の人たちのありえない言動はいろんなコミュニティに広まっていき、元義実家の人たちはご近所の人から避けられるようになった。そして元夫は職場の人たちからも冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしながら働いて慰謝料と養育費を払っているようだ。それからあっという間に時は過ぎて、元夫と離婚をしてから5年が経った。するとある日、驚きの人物が私の実家にやってきたのだ。え、何しに来たの？突然、私の家にやってきたのは元夫だった。離婚したのはもう5年も前なのに。離婚してから娘との面会も拒否していたので、一回も会っていなかった。それなのにどうして今急に現れたのだろうか。すると元夫はいきなりとんでもない発言をしだした。俺の親の葬儀に出ろ。夫婦に戻るんだから来てくれないと困るんだ。は、この人は一体何を言ってるんだろうか。困るってどういうこと？そうすれば、俺はもう少し猶予期間を与えてもらえるんだ。一体何の話？実は。夫はかなり切羽詰まった様子で、離婚してからのことを話し始めた。あの後、義両親はずっと私をこき使って家事をやらせていた癖が取れず、自分たちで家事をやるのが億劫になってしまったらしい。その結果、家政婦を雇って生活をしてたそうだ。しかし義実家は一般家庭であって、家政婦なんて雇い続ける余裕はない。それなのに、義実家の人たちは一回身についた贅沢な生活をやめることができず、借金をしてまで家政婦を雇ったそうだ。そして元夫は、職場では女性社員たちから避けられ、出会いもない状況で悶々としてしまい、家政婦に手を出そうとしてしまい、通報されて逮捕されてしまったそうだ。そのせいで会社をクビになり、仕事も決まらずずっと無職の状態になってしまったらしい。だが借金はどんどんと膨れ上がり、義実家全員で夜逃げをしようと決めたそうだ。しかし夜中に運転した義父が山道でハンドルを誤って切ってしまい、車は思いっきりスリップして一回転したらしい。結果的に義両親は亡くなってしまい、元夫だけが生き残ってしまったそうだ。元夫は多額の借金を抱えたまま治療費もさらに上乗せされ、借金取りに居場所がバレてしまい、絶体絶命なんだとか。それでちゃんと稼いでいる元妻と復縁をするから、義両親の葬儀の時に金を支払わせると借金取りに行ったらしい。だがそんなこと私には関係がないし、協力する義理もない。頼むよ。俺にはもう望みしかいないんだ。また夫婦に戻って愛し合いながら舞を育てていこう。土下座をしながらそのように言ってくる元夫。私はありえない発言を繰り返す元夫に冷たい視線を向けて言ってやった。いい加減にして。あんたと私はもう赤の他人よ。あんたみたいなクズにそっくりだった義両親の葬儀になんて出るわけないでしょ。借金だってあんたたちの自業自得でしょ。私が警察を呼ぶ前にさっさとここから立ち去って。警察というワードを出すと、元夫は慌てた様子でその場から立ち去っていった。それから元夫の元職場の人から聞いたが、
元夫は義両親の葬儀の後に行方不明となったらしい。どこに行ったのかは知らないが、まあ全ては自業自得なので同情はしない。私はとてもいい子で可愛い娘を大事に育てながら、仕事も頑張って自分の人生を充実させていこうと思う。嫁の飯はまずいんだよな。本当にダメな嫁で困っちゃうよ。そうやって私を下げるような発言をして笑う夫。私は冷静に言い返してやった。え、私の料理食べたことあったっけ？食事はいつも愛人宅じゃないの？私の発言に親戚たちが凍りついた。な、お前何を言ってるんだ？焦る夫。そしてその隣では義両親がブルブル震えながら拳を握りしめていた。私の名前はのぞみ、28歳の専業主婦だ。私には現在お付き合いしている男性がいる。それはマサトという人で、年齢は私の3つ上の31歳だ。私たちが出会ったきっかけは会社の上司からの紹介だった。私はもともと会社員で仕事一筋で頑張ってきた。そして部長のことを尊敬していて、私はよく仕事についての質問や相談をしていた。部長は私のことを気に入ってくれて可愛がってくれていた。そのためよく飲みに連れて行ってくれたり、新しい仕事を振ってくれた。おい、今度の土曜日に知り合いの社長さんが誕生日パーティーを開くそうなんだ。お前もついてこい。おいしい料理においしいお酒が楽しめるぞ。い、行きます。仕事と同じくらい食べることも大好きだった私は、おいしい料理と言われて乗らないわけにはいかなかった。そして実際にパーティーに行くと、そこには普段なら食べられないような豪華な料理がバイキング状態で並んでいた。私は目を輝かせながら、たくさん料理を皿に取って一つ一つの料理を頬張っていた。そんな中、部長が私の元にやってきた。おい、のぞみ。お前に紹介したい人がいるんだ。はい。おいおい、もぐもぐしながら返事をするな。あはは。私は部長の隣に若い男性がいるのに気づき、慌てて料理を飲み込んだ。すみません。いいんですよ。気にせず食べててください。こちらこの誕生日の主役である、篠田社長の息子である雅人くんだ。はじめまして、篠田雅人と申します。はじめまして。なんと私は社長の息子に、恥ずかしい姿を見せてしまっていた。こいつはこうやって食い意地が張るやつだが、とてもいいやつなんだ。だから雅人くんにぴったりだと思ってね。あの部長、ぴったりというのは？ああ、彼の交際相手ということだよ。へえ。私はいきなりそんなことを言われてびっくりしてしまった。あれ部長、説明してなかったんですか？ああ、のぞみにはうまいものが食えるとだけ言って連れてきた。横暴だな。のぞみさん、落ち着いてください。すぐに付き合うとかじゃなく、あくまで紹介ですから。これからお互いのことを知っていきましょう。はい。それじゃあ、私は社長さんに挨拶をしてくるから。あとは二人でよろしくやってくれ。そう言って部長は雅人と私だけを残していってしまった。この時ほど部長に反抗したいと思ったことはない。尊敬はしているけれど、こういう破天荒なところもあるのだ。私はさっき恥ずかしいところを見られていたのでなかなか話せなかった。だが彼の方から私に話しかけてくれた。食べるのがお好きということは、結構いろんなお店に行くんですか？あ、いえ、基本的には自炊ですね。へえ、料理をするんですね。
家庭的でいいですね。そうですか。はい、僕は全く料理ができないので尊敬できます。でも雅人さんはモテるでしょうから、作ってくれる女性とかいるんじゃないですか。いやいや、僕なんて全然モテませんよ。仕事ばかりにかまけて全く恋愛をしてこなかったので。そうなんですか。ええ、父親にも寂しい男だなって笑われました。彼が穏やかな笑顔で会話をしてくれるので、私はだんだん緊張が解けていき、楽しくお話ができた。のぞみさんと話してるととても楽しいです。よかったら今度二人きりで会いませんか。連絡先を教えてほしいです。はい、ぜひ。部長に騙されてここにやってきたが、まさかこんな出会いがあるとは思わなかった。それから彼は私にこまめに連絡をくれるようになり、それから何度か仕事後に食事に行った。さらに休日にもデートに誘ってくれて、私たちは少しずつ距離を縮めていった。そして何度目かのデートの際に、彼は私に告白してくれたのだ。私はすでに彼の誠実さに惹かれていて、好きになっていた。そのためすぐに告白に OK し、私たちは付き合うことになった。付き合ってからも彼は私を大事にしてくれていて、現在はお付き合いを始めてから半年ほどが経っている。彼は仕事が忙しいのでなかなか会えない日が多いが、それでもデートの時はいろんなプランを用意してくれていて、私はとても愛されている実感を得ることができた。そして今日、私は珍しく彼から高級レストランでの食事に誘われた。そこは私が前々から行きたいと言っていた場所なのだが、なんとなく彼の誘い方がいつもと違った。私の思い違いかもしれないが、もしかしてプロポーズをされるかもしれない。そんな風に期待した。いや、でもまだ付き合って半年ほどだしな。単純に行きたいお店に連れて行ってくれるだけかもしれない。一体どちらなんだろうと、私は気になりながらいざお店へ。彼はすでに席にいて、私を見つけると手を振ってくれた。私が席に着くと、私たちは軽く雑談をして早速注文をした。ほどなくしてワインが運ばれてきて、私たちは乾杯をした。そしていろいろとお話をしながら食事を楽しんだ。今日はただの食事だけなのだろうか。それとも何かサプライズがあるのだろうか。どっちだろうとドキドキしていると、彼はデザートが運ばれてくる前に私の目を見てこう言った。のぞみ、まだ付き合って半年で早いかもしれないけど、俺はもう心を決めた。俺と結婚をしてくれ。そう言って彼は指輪を私に差し出した。もしかしたらと思ったが、実際に目の前に指輪を差し出されてプロポーズされるとドキドキしすぎておかしくなりそうだった。はい。これからよろしくお願いします。よかった。緊張した。彼はほっとした様子でそう言った。指輪、嬉しい。そう。気に入ってくれてよかった。これからお互いの親に挨拶に行って、結婚式もあげような。うん。私は結婚が決まってとても嬉しかった。すぐに彼の実家に行きご両親に挨拶をした。さすがに社長なだけあって家も豪華だったし、義両親の威厳もすごかった。私は緊張したが頑張って話ができたと思う。なんとか義両親からの許しも得て、私たちは結婚が正式に決まった。それから両家の顔合わせも済ませて、無事に結婚式を挙げた。彼の方は親戚がすごく多くて、やっぱり経営者の家系は違うんだなと思った。そうして始まった新婚生活。私は結婚を機に専業主婦になった。これから幸せな夫婦生活が始まる。そう思っていたのだが、理想と現実は違った。というのも夫は仕事が忙しすぎて、全然家に帰ってこれなかったのだ。
夜は会社でコンビニ弁当を食べたり、同僚の人と外食をしたりというのが基本で、毎週のように出張があるし、朝だってものすごく早く出ていくのでゆっくりと話せる日がない。なんていうか、ただ寝に帰ってきているだけのような感じだ。それでも私は少しでもいいから話がしたくて、朝に早起きして夫が身支度をしているところに話しかける。毎日大変そうだけど、体壊さないようにしてね。ああ、ありがとう。無理は言わないけど、休みの日を作れたら一緒に出かけたいな。そうだな。でも約束は難しいかもな。ごめんな。うん。まあ、俺が構ってあげられない分、日中は自由に過ごしていていいから。夫はそう言って会社に出勤する。夫なりの優しさかもしれないが、私は夫と一緒にいたいのだ。だから一人で自由に過ごしたって虚しいだけだ。でも仕事を忙しくしている夫に、これ以上わがままを言って迷惑をかけるわけにもいかない。そのため私は、ただただ我慢をするしかなかった。そうしてただただ一人で広いマンションに住んでいるような状態で、日々だけが過ぎていった。そんな中、私の元に一本の電話が入った。それは義父からだった。お父さん、お久しぶりです。どうされたんですか？どうしたもこうしたもあるか。なぜ親戚の集まりに来ないんだ。え？そんなに私たちに会うのが嫌なのか。そう、そんなことはありません。あの集まりというのは、いつ開かれていたのでしょうか。しらばっくれるんじゃない。マサトはちゃんと来てるんだぞ。嫁である君が知らないわけないだろ。え、まったく、いくらなんでも常識というものがなさすぎるぞ。義父はものすごく怒っていた。私はただ謝ることしかできなかった。その日の夜、私は夫が帰ってくるのを待った。夫が帰ってきたのは深夜2時くらいだったが、寝ないで待った。うわ、起きてたの？珍しいね。ねえ、今日お父さんから電話が来たんだけど、どうして私に親戚の集まりがあることを教えてくれなかったの？私がそう聞くと夫は、ああ、そのことか、と言って笑った。俺なりの気遣いだよ。え、どういうこと？父さんの家の集まりって親戚が大勢来るんだよ。そういう場ってやっぱり緊張するだろ。のぞみにはずっとリラックスした状態で毎日を過ごしてほしいんだ。でもやっぱり身内の集まりがあるのなら行ってほしかったかな。お父さん相当怒ってたし。悪い。父さんはちょっと硬いんだよな。まあ、俺から言っておくから気にしないで。うん。夫はそう言って風呂に入ってしまった。なんだか私はいつも蚊帳の外のような気がする。夫はあえて私と義両親が関わるのを避けている感じだ。気にしなくていいと言われたが、気にしないなんて無理だ。私は意を決して一人で義実家を訪ねることにした。夫からは日中は何をしたっていいって言われている。だったら義実家を訪ねたっていいだろう。私は緊張しながら義実家のインターホンを押した。あら、今さらやってきてどういうつもりかしら。この間はすいません。今日は謝罪をしたくて参りました。まあ、上がりなさい。失礼します。お母さん、この間の親戚の集まりに参加できず、本当に申し訳ありませんでした。別にいいのよ。親戚の集まりには来たくなかったんでしょ？そんなことないです。無理しなくていいから。今日もマサトに言われて、仕方なく謝りに来たってことでしょう。違います。マサトさんには内緒で来ました。あら。そうなの。義母は意外そうな顔をした。
私は本当はもっとお母さんやお父さんと仲良くなりたいです。仲良くって、嫁と姑が仲良くなれるわけないじゃない。そうでしょうか。私は少なくともお母さんのことを尊敬していますし、いろいろと教えてもらいたいと思っています。ふん。まあ教えることがあればいいけど。義母は少しずつだが、私に心を開いてくれたのか、自分からも話を振ってくれるようになった。私が料理についての質問をすると、ちゃんと答えてくれて、ちょうど材料もあるし、今から晩ご飯の準備がてら作るところを見せようかしら。とまで言ってくれた。私はぜひ見たいですと言って、義母と一緒に台所に立った。するとちょうど義父が帰ってきたので、私はすぐに挨拶と謝罪をした。義父は最初険しい顔をしていたが、義母が私をかばってくれて、義父は私のことを許してくれた。一人で自ら訪ねてくるとは、なかなか肝の据わった女性だな。私にはそんな勇気はないわ。私は晩ご飯まで一緒にいさせてもらい、義両親と楽しく食事をした。義両親は私のことを気に入ってくれたようでほっとした。また遊びに来てもいいでしょうか。もちろん家事を手伝ったりしますので。ええ、いつでもいらっしゃい。のぞみさんは料理の才能があるわ。そうだな。とても繊細で丁寧な味を出している。舌が肥えている私たちが言うんだから間違いない。ありがとうございます。私はとても嬉しかった。義両親が褒めてくれたこともあるが、何より久しぶりに誰かと食事をした気がした。やっぱり、ご飯は誰かと一緒に食べるから美味しいと思う。夫が仕事で忙しいのは仕方ないが、もうちょっと一緒にいる時間を増やしたいな。私は夫に迷惑がられるかもしれないと思いながらも、思い切って相談することに。ねえ、週に一回でいいから一緒にご飯を食べたいな。仕事を早く切り替えて帰ってこれないかしら。私がそう言うと夫は途端に嫌そうな顔をした。ええ。だからそれは難しいって言ってるじゃん。この前説明したよね。それはわかってるけどさ。やっぱり新婚だしもっと夫婦としての時間を作りたいの。はあ。のぞみさ、そうやって俺のことを困らせないでくれよ。俺は夫婦での生活を守るために一生懸命働いてるんだよ。専業主婦で働かずに住んでる上に贅沢な暮らしができてるじゃないか。ちょっとわがままを言い過ぎじゃないか。そんな。夫はそう言って面倒くさそうにしながら部屋に入っていった。せっかく義両親と仲良くなれたというのに、夫との関係がこれじゃあ意味ないじゃないか。私はどうしてこんなことになったのかとショックだった。そして夫は本当に私のことが好きで結婚したのか疑問に思った。もともとは上司が紹介してくれた相手だが、それでもちゃんと恋愛をしてきたと私は思っていた。だが結婚してからの夫の言動や態度を見ると、私たちは仮面夫婦のような感じだ。そこで私の中で嫌な考えが浮かんだ。それは夫には他の女性がいるということだ。そんなことは思いたくなかったが、私は更新所に調査を依頼することにした。夫からもらっている生活費からお金を出したくはなかったので、自分の貯金から費用を出した。そしてそれから2週間ほど経った頃、更新所の結果が届いた。結論から言うと夫は不倫をしていた。相手の女性は同じ職場で働く後輩だそうだ。夫は残業だとか出張だと言っていた日は、ほとんど不倫相手の家にいたそうだ。だからこの家にはただ寝に帰ってきただけになっていたのだ。私は夫がなぜ私のことを結婚相手に選んだのか、さらに謎が深まった。結婚当初から夫は家を空けていたから、
私と結婚する前からその女性と関係があったのだろう。でも結婚してからも関係が続いている以上、それは不倫をしているということだ。私はとてもショックだった。そして夫に対しての愛情が一気に消え失せた。私はすぐに義両親に報告をしに行った。私は定期的に義実家に顔を出していて、すでに義両親との信頼関係を築けていた。義両親は私を笑顔で出迎えてくれたが、私が浮かない顔をしているのに気づくと、何かあると察したようだ。どうしたの？義母にそう聞かれ、私はすべてを話した。義母は夫の不倫の事実を知り絶句していた。そして仕事から帰宅してきた義父にも話したのだが、義父はものすごく怒っていた。のぞみさん、すまない。バカ息子がとんだ迷惑を。すぐに息子を呼びつけて説教をしよう。義父はそう言ったが、私はそれを止めた。ちょっと私に考えがあるんです。私の提案に義両親は驚いていたが、それで気が済むのならいいと許可を出してくれた。それから私はしばらくの間、何事もなかったように普通に生活をした。そして正月が近づいてきたのだが、この正月が私の計画のタイミングだった。ねえ、この前のお盆に親戚の集まりがあったってことは、お正月にも集まりはあるんだよね。うん、ああ。でものぞみは来なくていいよ。どうして？私は妻として。いや、いいから、自分の実家に帰りなよ。でもこの話はもう終わり。親戚の集まりには来なくていいから。そう言って夫は外に出て行ってしまった。案の定、夫は私を親戚の集まりに連れて行きたくないようだ。それは私を親戚に紹介したり、親戚や義両親と仲良くなってほしくないのだろう。だが私はすでに義両親と話をつけている。だから私は夫を見送ってから義実家に向かった。親戚がすでに揃っている状態で私が家に着いたので、夫は私が来たことにものすごく驚いていたが、何も言わずにただ機嫌悪そうにしていた。それから宴会が進み、夫は酔い始めたのか急に私の悪口を言い始めた。嫁の飯はまずいんだよな。本当にダメな嫁で困っちゃうよ。そうやって私を下げるような発言をして笑う夫。どうやら夫は前回の宴会の時もそうやって私を下げる言葉を言っていたようで、親戚たちは呆れたような顔で私に冷たい視線を送ってきた。だが私には義両親が味方についている。私は冷静に言い返してやった。え、私の料理食べたことあったっけ？食事はいつも愛人宅じゃないの？私の発言に親戚たちが凍りついた。な、お前、何を言ってるんだ？焦る夫。まさか、私がそんなことを言うとは思わなかったのだろう。自分が不甲斐ないことを言われて恥ずかしいからってそんな嘘をつくなんてありえないぞ。親戚たちの前だからまだいいが、公共の場とかだったら名誉毀損だからな。自分の言動のおかしさを反省しろよ。そうやって夫は私に怒声を浴びせてきた。そしてその隣では義両親がブルブル震えながら拳を握りしめていた。いい加減にしろ。お前が今までしてきたことは、全部のぞみさんはわかってるんだよ。義父がたまらず大声を出した。え、父さんどうしたの？のぞみさんはお前が不倫をしたことの証拠を持っている。それは私も母さんも見せてもらった。え？言い逃れはできないわよ。あなたは私のことを裏切ったというよりも、不倫相手との関係の方が先だったんでしょう。な、どうしてそれを？やっぱりそうだったのね。マサト、全部話しなさい。早く。
義父に怒鳴られ、夫は怯えた様子で全てを話した。やはり夫は私と結婚する前から不倫相手と関係があったらしい。だが不倫相手は子供が産めない体だそうで、後継ぎが欲しい夫の家には絶対に嫁げない。そのため夫は今までの関係を続けながら、子供を産ませるための結婚相手を適当に選ぶと言っていたそうだ。そして、その適当な相手というのが私だったわけだ。さすがにその事実を知った時はショックだった。義両親はさらに怒り、親戚たちは呆れていた。お前は一家の恥だ。そんな自分勝手なことのために、のぞみさんを利用したなんて。でも、後継ぎは必要だろ。子供が産めない女性だったら、結婚は許してくれなかっただろ。そんなことないわよ。大事なことは、後継ぎだとかそういうことじゃないもの。え？でもあなたがそうやって勘違いをしたのは、私たち親に責任があるわね。のぞみさん、本当にごめんなさい。いえ、お母さんたちは悪くありませんから。なんだよ。許されるんだったら、最初からあいつと結婚すればよかった。そういう問題じゃないだろ。私たちが怒ってるのは、自分の欲のために誰かを傷つけてもいいと思っているその考え方だ。そんな奴に、今後会社を任せようとは思わない。お前とは縁を切るし、会社もクビだ。そんな。お前の顔なんて二度と見たくない。さっさと帰れ。夫は怯えた様子で逃げ帰っていった。その後、私は夫と不倫相手に慰謝料を請求し、夫とは離婚もした。夫は義両親から縁を切られ、さらに無職になったので、一気に貧しくなった。すると不倫相手からも見捨てられたらしい。そして後になって分かったことだが、不倫相手は別に不妊だったわけではないそうだ。もともと夫との関係は遊びで、高級なプレゼントをくれたり、美味しいレストランに連れて行ってくれるから、関係を続けていただけの話だったそうだ。それなのに夫から結婚しようと言われて、とっさに子供ができないという嘘をついたらしい。そしたら、夫が関係を続けながら別の結婚相手を探すと言ったから、それに甘んじていたそうだ。すべてを知った元夫は絶句し、ショックで寝込んだそうだ。だが私への慰謝料を支払わなければいけないので、バイトを始めて毎日辛い思いをしながら働いて、借金を返す日々を送っているそうだ。そして私はというと、以前元夫を紹介してくれた部長から謝罪の連絡と、もしよかったら会社に戻らないかとお誘いを受けてまた働き始めた。また元義両親とは個人的に連絡を取っていて、定期的に食事を一緒にしている。元夫は最低な人だったが、元義両親はとても素敵な人たちで私にとっての大事な友人になった。今はとりあえず恋愛はいいので、いろんなつながりを大事にしながら仕事に打ち込んでいこうと思う。